この時間は2007 J リーグディビジョン2第51節東京ヴェルディ1969対愛媛 FC の対戦をお送りしてまいります。現在2位ですが、この東京ヴェルディ味の素スタジアム、今日勝てば1位になります。とにかく昇格復帰が目の前に迫っています。それだけで大事なゲームが続くということになりますが、お天気は非常にいいんです。青い空が広がっています。雲一つありません。気温が16度、湿度が 36% です。こうした好条件の中で、思い切ったプレーを期待をしたいと思います。このゲーム解説は川勝良一さん、リポーター高井清香、実況上野明でお伝えしてまいります。さあ順位表を確認をしておきましょう。札幌が88トップ、ただ今日ヴェルディが勝てば88で並びます。なおかつ得失点差で上回るわけですから、今日ヴェルディが勝てば1位に躍り出るということになります。そしてまた京都仙台の直接対決、これ次第では、確実にその J1 昇格を決めようというそういったゲームになります。愛媛は今10位です。9位というこの勝ち点の差はありますから、9位ではありません。したがってなんとかこの10位という、この位置を死守したいというのが愛媛のモチベーションです。そして得点ランキングをご紹介しましょう。復帰は今節と次節、この2試合は停止になります。ですが今シーズンはもう出ることはできません。ただ37ゴールを考えればアレックス25ですから、これはもう決定と言っていいでしょう。したがってこの復帰の力が非常にこのヴェルディの、昇格への大きなポイントになったということが言えそうです。さあ J2 前節の結果もご紹介をしておきましょう。ヴェルディはゲームがありませんでした。札幌京都、この大一番は2対2の引き分けでした。痛み分け。ただ仙台が湘南に負けたのは非常に痛かった。2対3でした。そして山形の勝ち、セレッソはやはり草津に2対2の引き分け、セレッソが出れば非常に痛い引き分けになりました。福岡の勝ち、そして鳥栖の勝ちということで、愛媛この鳥栖に負けて5連敗というとなります。さあそれでは東京ヴェルディ1969メンバーをご紹介してまいりましょう。キーパー高井義内です。ディフェンダー右サイドから貝本、土屋、富澤、服部のフォーバックになります。そして中盤には菅原、大野のボランチ、そして広山、ディエゴ、飯尾です。で今日はワントップ、この背の高い194センチ船越が前線を張ることになります。そして控えの方ですがご紹介しましょう。吉原、戸川、柴崎、井上、平、そしてシーバが入っています。右サイド、この黄色い色がイエローカードの累積になります。さあそのヴェルディなんですが、川勝さん、どんなところを見ていきましょうかね。はい、やっぱり復帰の依存度が当然高いチームなんで、その得点源がいないゲームでどうやって全体で作り出すかと、ディエゴ、今日船越が入ってますけども、特にそういう高さなんか使いながら少しこうポゼッションが低い時でも危険な地域でプレーしたいとか、そこからやっぱりこう幅を広げて、フィニッシュの機会を作っていくと、だからあんまり中盤でいつもみたいに時間をかけすぎるとちょっと苦しいかなと、少しシンプルな状態っていうのも期待をしてますけどね。復帰がいないことで多少やっぱり変えなきゃいけない部分もあるわけですね。やっぱり個人の能力をある程度こうグループとか全体でこう作り出しながら攻撃のやっぱりこう回数を増やしていくと、そういう意味でやっぱりこう いろんな形を今日は特に作っていかないと厳しいかなと、なるほど。で今節のこの J2 の中で平均年齢スタメンが今日は実は 28.91 歳ですね。約29歳別に問題ないですよねでも休養まず十分だし、あとモチベーションでももう何も問題ないんでね、その辺の年齢というのは関係ないでしょうね。そうですか。さあ一方の愛媛 FC です。メンバーご紹介しましょう。キーパー川北です。ディフェンダーフォーバックは右から森脇、金森、近藤、星野です。そして中盤には宮原、青野のボランチ、そして両サイドは大山とエゴが入ります。そして内村とジョジマールというこの2トップになります。 4-4-2 のシステムを組んでいます。そして控えの方です。佐藤です。関根、赤井、田中、笹垣が入っています。特に多いというわけではありませんが、もちろんこの愛媛のサポーターも足を運んでくれています。愛媛の方は川勝さん、どの辺見ていけばいいですか。私やっぱりジョジマールをね、逆に最大限こう生かす意味でもしっかりこう、いつも通りこう守りきるというかね。でやっぱりヴェルディもこのジョジマールをちょっと注意した方がいいと思うんですよね。今8点取ってますね。取ってますよね、でやっぱりこういう選手を持っている個人能力というのはチーム全体のスキルとあまり比例はしてないんで、こういう選手をフリーにしたりとか対応がルーズだったりすると怖いし、エミはここ最大限使いたいですよね。なるほど。
という愛媛 FC になります。さあそして今日リポーターは高井清香リポーターですが呼んでみようと思います。高井さん。はい、上野さん、ベルディにとってはもういよいよという日がやってきましたね。ゴルラはサポーターもたくさん待っています。はい、今日の J1 復帰仕様のゲーフラもかなり用意されているということで、ラモス監督このサポーターたちを必ず笑顔にしたいと意気込んでいました。そしてそのサポーターの前でですね、試合前に今日出場停止の復帰選手がサポーターと一緒に聞こえます？やってるやってる歌ってますよね。こういうサプライズがあったんですよ。これサポーターの皆さんがチームに今こういうことをやりたいとお願いして、復帰選手が快諾して実現したということなんですが、とにかく盛り上がっていました。もうサポーターと一丸となって今日戦っていこうという雰囲気が出来上がりましたね。これやっぱり J1 復帰という意味もあるんですよね。復帰を使ったというのはね、かけてるんですかね。なんかありそうですよね。そうですかね。でもラモス監督なんですが、今日はその復帰の穴を全員で埋めるつもりだと、セットプレーや組織で得点を取っていきたい、とにかく自信を持って肩の力を抜いて戦うこと、それだけだと話していました。なるほど。そして一方の愛媛の選手たちのモチベーション、かなり上がってますね。やはりこの雰囲気ですから、望月監督、最後は今日のようなゲームは気持ちが勝負を分けると、サポーターのためにもうちも勝負にこだわりますよということでした。以上です。というこの両サイド、表情を伝えてくれました高井京香リポーターなんですが、ベルディから言えばこのところを見ると、あの35節が京都戦が1対1の引き分けでした。実はその35節から全く負け知らずできています。川勝さん、一時期は7連敗どうなるかと思ったんですが、よく盛り上げてきましたよね。一番変わったのはやっぱりそのどうしても復帰のね、得点力が目につくんですけど、やっぱ全体で本当にプレーできてるなと。そうですね。それがやっぱり一番大きいですよね。そして今選手が入場してまいりました。この中には復帰はいません。ただ先頭を来たのがキャプテンマークをつけた大野だったんですが、前節仙台戦も実は川勝さんがその大野の動きを一つ注文つけてましたよね。本来攻撃性が高いんで、ボランチだけども、やっぱりこう前の選手が孤立したりする時のボランチのこうサポートとか、要は全体の厚みで、菅原が出るよりは大野の方が攻撃の能力というのは高いんでね、その辺の運動量とか、今日なんか特に復帰いませんから。そうですよね。そういうフィニッシュに顔を出す回数っていうのは期待したいですよね。今映りました。そして高木義成が映りますが、高木はいつも通りで臨みたいという話をしています。おそらく選手は全員を使って、何をやるってんじゃなくて、これまでやってきたことをしっかりと今日出して、そして勝ちたいということでしょうし、一方の FMC も今日含めてもう残り2試合ですが、やっぱり来シーズンに向けてという望月監督は話をしていますし、実は今日のゲームが終われば天皇杯で裏戦がありますよね。ありますよね。だからやっぱりこう、すぐに J1 っていうのはまだ難しいかもしれませんけど、ただもう確実にこういい経験を積むっていうまだ舞台が残ってるんで、そういう意味で内容もそうだし、選手のそのモチベーション、90分期待したいですよね。ですから J1 昇格を狙っているチームとできるわけだから、そういった幸せ感があるという選手の話ですから、ある意味これ失うものはないわけですが、どんどん来るんでしょうね。そのぐらいの気持ちで来ないと、これだけサポーターね、遠方でも来てもらってるんでね、そういったサポーターのためにもやはり結果を出したいという話をしていました。そしてまた先ほど高井リポーターの話もあったように、監督もかなりモチベーションが高いということですから、簡単にはいかないゲームが当然今日も行われるという、そんな感じになります。ですから逆にもやっぱり川勝さん、これ先制点の持つ意味は随分大きいですね。私はもう相当大きいと思いますよ。これまで以上に、特に前半のうちにベルディが盾を取るようなことがあれば、やっぱ相当やっぱり選手にとっては大きな自信というか勇気になるし、また逆に 0-0 の時間が長引いたりすると、ちょっと選手の焦りというのはベルディの方に出るのかなと。なるほどね。考えたら8連勝はやっぱり前半の早い段階でのその得点があったわけですから、今日もそういう雰囲気持っていきたいんですが、さあそして軽くボール回しが終わった後にこれから選手が集まって、そして前半の45分を迎えようという非常に緊張感が漂ってまいりました。このグリーンのカラー、東京ベルディ1969、この第51節でJ1 の昇格復帰を狙って、そしてまた果たすことができるかどうか、大きな一戦になります。一方は愛媛 FC です。過去の対戦成績、今シーズンは3試合1勝1分けの1敗という全くの五分です。さあこのゲームは当然このベルディの今日は中心になります。復帰は出場停止です。船越がワントップを張っていきます。長身194センチ、
まあ、船越も36節の徳島戦以来のスタメンとなりました。一方このシャドウになりますが、左の飯尾16番あるいは右の20番の平山がどういう風に絡んでいくか。さあ笛が鳴りました。ベルディのキックオフ、前半の45分のスタートです。左から右に攻めています。東京ベルディ長いボールが1本出ました。そしてここは船越に合わせます。船越がポスト、そしてディエゴ持った。さあ狙うか、シュート打ってくる。この形でしょうね、はい、いろんなスタイルっていう中で船越の高さを使ってディエゴ飯尾、まあ、広山あたり、まあ、そういう選手が後ろから絡んでくると、まあ、これは一つ分かりやすいし整理しやすいんで、はい、これと別の形という、まあ、その両面は特に今日のゲーム重要ですよね、そして今フッキーが釣ります。フッキー自身も非常に悔しいわけなんですが、まあ、今節そして次節したがって今シーズンはもう出ることはできないんですが、まあ、とにかく強くその J1 復帰を願っています。上野さん、はい、復帰選手なんですが昨日自ら志願して練習、トップチームの練習に参加していましたね、やっぱり一緒に戦っているという気持ち忘れたくないでしょう ね、チームメイトはみんな今まで得失点差をプレゼントしてくれた復帰に今度は自分たちがプレゼントする番だという話をしています。そうですか。で今その審判団もご紹介したわけですが、主審が飯田さんは実は26歳なんです、主審が4試合という今日が5試合目で、副審には大西さんとか岡澤さんで、第4の審判が竹下さんということ4人なんですが、考えたら川勝さん、はい、この飯田さん26歳というのはベルディの選手は飯田さん以上の年齢が高いですよねそうですよね、長いボール1本オフサイドないのかっと、これは非常に、ちょっと危ないですね、内村が入ってきました。内村も開始前言ってたんですが、ボランチからの長いボールを1本裏へ狙っていきたいという今のプレーがそうですよね、まあ、やっぱりポジションではベルディがどうしても上回るんでね、そうなった時のカウンターでベルディの最終ラインがどれだけいい準備するかというのは非常に重要ですよね、そして空振りが競っていますが、ここで近藤が大きいボールを蹴りました。そして待っています、この、まあ、注目度の高い33番ジョディマール、そして26番の内村行きました。さあ右に開いていきますが、一旦下げるから大山を待っています。大山17番の大山から、そしてサイドを変えました。いいボールが行きます。5番の星野が行きました。左サイドバックになりますが1点を取っている今シーズンです。さあここは壁になりました。18番エゴがボールを持ったんですが、今度はディエゴです。飯尾が求めています。そして今船越もスタートを切って、そしてエリアの中に入ろうというところですが、さあ飯尾が持っています。飯尾から狙っていく壁がありました。15番森脇の壁です。さあもう1回服部が来ます。服部からクロスが1本上がる。そして船越の頭、194センチは高いんですが、その前で処理しました。この周りにやっぱりベルディは人を予測かけて集めて、はい、集めたいですよね、そして星野から一旦下げていきますが、ここは青野がいます。青野、宮原のボランチになります。そしてこの人が宮原です。右へ持っていきました。右には森脇です。中に入って大山がいます。まあ、当然ですが、この愛媛から言えば川口さん、多少引いた感じにはなるわけですよね。ただ、まあ今見てますとね、結構チャンスになると、はい、両サイドもそうですけども、前の方に選手が結構集まってると、はい、まあ、だから今までよりはもっと積極的に今日のゲームをというふうに見えますね。意外と高い位置をキープした時の裏狙いの復帰は非常に怖いわけですよね、その人にいないことでそういった思い切ったプレーもできるわけですか。いや、もう全体的に中盤の選手の飛び出し、今ボール受ける時の見てると、もう3トップに近いぐらいにいろんな選手が出ていってますから、やっぱりちょっと今までよりはもう残り試合考えて、まあ、なんかこう全部積極的に出したいと、一回トライしたいっていうふうに見えますね。なるほど。さあ、そして今っていうのがラモス監督です。まあ、とにかく昨年はこの J2 に甘んじてしまいました、まあ、そして今シーズンもあの7連敗の第1クールはどうなるかと思ったんですが、まあ、その後から盛り返して、まあ、結局第2クール以降は4つしか負けていません、まあ、そしてこの J1 の復帰というのは非常に目に見えてまいりました、まあ、考えたら11月の26日は2005年です、まあ、その降格が決まった非常に悔しい思いをしたんですが、あの時は柏戦だったんですが、まあ、そこから2年経ってその復帰というのが目に見えてまいりました。上野さん、はい、ラモス監督やっぱり2キロぐらいは体重落ちたそうですね。そうですか。あのサポーターにも冗談っぽくひげにも白いものが見えたし髪の毛も抜けちゃったようなんて言ってたんですが、世界一大変な仕事は監督だと話していましたとにかく全て終わったらあの携帯電話を捨てて3日間ぐらい温泉でもゆっくりしますという話でしたね。そうですか。本当に大変だったんでしょうね。まあ、川勝さん大変ですよね。まあ大変です、これは。ただ本当にあの
2年前を考えればカシアレーソルのラモスコーチだったんですよね。あ、そうですよね。そしてヴェルディに勝って結局ヴェルディが降格をしたわけですから、なんか因縁めいたものもありますよね。まあ誰よりもね、やっぱヴェルディは本当にこう、非常にこう大事にしてる人なんでね、複雑ですけど、はい、まあでも逆にそのチームをまた自分の力で、広山一歩入るが壁に当たって、そしてここはキーパーとりました川北です。29歳は184センチあります。まあ、昇格がかかっているチームというのは非常に嬉しいという話をしているこの川北です。さあ長いボール一歩出ました。そして内村行きますが、ここは土屋がいました。手に当たったという判断、したがってここはフリーキックはベルディになります。まあ、でも7連敗の後チームが本当にまとまったというかね、はい、どうしても復帰デイブに目が行きがちなんですけど、それ以外の日本人の選手も徐々にこう固定されだして、やっぱそういう中で本当にチームとしてうまく機能しだしたんで、はい、まあ、そういうなんかこう本当に大変なところから全体がもう一度なんていうか強くなれたというかね。船越です。そして左で出してここはデイを行こうというところですが、15番森脇がいます。そしてもう一回右に出しました。青野が行きます。ここでボールを取りました。さあチャンスだ。オールが行く、入っていく。大野から一旦開いて、そして服部が上げます。ボールはまだ浮いています。オールがいます。ここは前で処理しました。そして大山最後ボールを持ちます。ここから前線フィード、これもカットした。ディエゴからさあチャンスか。船越もう一回ディエゴ行く。おっとファールありましたか。エリアのペナルティエリアのわずかに外ですがファールがありました。さあここは大きなチャンスになります。まずは前半の立ち上がりです。ここは川勝さんいいところですね。まあ、やっぱりセットプレーなんかはね、こういうちょっと重いゲームなんかで非常にいいきっかけになるんで、はい、まあ、こういうのちょっと大事にはしたいですよね。ですよね。さあ前半の6分からまもなく7分になるという時間ですが、まあ、あの8連勝中はこういった時間帯で10分以内の得点が非常に多かったこのベルディ。さあ今日もその時間帯がやってまいりましたが、さあここは誰が蹴るか。ディエゴか大野か服部か、3人がいますが、助走をつけているのは服部ですが、打ちそうなのはディエゴです。どちら、ディエゴ蹴って狙って壁に当たりました。ジョジマールも壁に入っています。そして服部、さあもう一回ボールが来ますが、ここで船越も入っていますが、一旦ここがクリアになりました。大山がいます。大山がボールを持ちました。大山、そして広く展開です。5番の星野がいます。まあ、やっぱりね、はい、立ち上がりの特に20分ぐらいまでお互い元気だし、相当いい入り方しますから、こういう時にこうミスをしないとか、あとこういう時に相当ゲームが早く動くんで、はい、別のことを考えられるというかね、いろんな予測を立てられる選手が何人かいると非常にこういうゲームでも傾かせることはちょっと可能なんで、なるほど、まあ、そういう意味でのこう船越の周りの選手の予測とか、はい、今愛媛なんかでもカウンターになったら人出てるんですけども、パスターのこうアイデアとか、まあ、そういうのはちょっと出てくれば面白いんですけどね、はい、その辺のプラスアルファの部分が入ってくればということなんですが、ただまあベルディといってもやっぱり立ち上がり慎重になりますよね。うん、やっぱりね、点も欲しいし、失点をしたくないしと、そうですよね。さあここからまたチャンスを伺っていきますが、広山、右へ貝本が初めてこのミサイル出てきました。貝本からクロスが1本、船越を狙ってヘッドで落とす。広山入り込んでいきました。これですよね。今ですから船越のところで広山と飯尾がいるわけですよね。だから被ったところは飯尾が狙ってるし、まあ、見える範囲はディエゴとか広山あたりが、まあ、絡んでくると、だあとは入れるボールの質ですよね。はい、さあそして服部がいます。大野がボールを持ってここからクロスを入れるか、もう一回戻すのか、一旦かわしました。低い速いボールが行く船越。いやいいボールですね。金森がボールを出しています。船越も拍手を送っています。43節はサブでした。36節徳島戦以来のスタメン、あの時も1点を取っているこの船越。さあクロスが1本入る、落とす。さあチャンスがどうだ、狙えるかと頭で戻しました。相当ね、船越が勝ってるんで、はい、これを周りの選手が早くもっとこう理解して、もう本当にこれ全部勝つもんだというスタートで何人か絡んでいけば、これはやっぱり可能性っていうか点の可能性は広がりますよね。
こちらは望月監督です。近藤が3番をつけますが187センチという、うん、ここが競れるかなと思うんですが、ただこれ7センチ違うんですね。これでもね、まあ、さっきのスライディングなら近藤非常にいいマーキングというかね、外してないし、で船越が体入れるのが非常に速くてうまいんで、近藤が後ろになった時もうペナルティの中だとチャージできないんでね。なるほど、それではどんどん使いたいわけですね。やっぱりそこにいいボールをどんどん入れてっていう形と、あとはドリブルとか、要はサイドチェンジとかね、その後でもいいと思うんですよね。貝本から裏を取る、広山が行く、ここはうまく星野が体を入れます。星野です、こぼれて、もう一回持った貝本です。貝本がクロスが入るが、ここも足が出ました。しっかり守っていきますが、もう一回貝本落とした。さあここから菅原いきます。菅原クロスが入る、ここもクリアボールはちょっと小さいが、そして20は青野です。青野から前線にフィードされますが、ジョジオに待っています。土屋も強い。さあそして広山、広山ちょっとボールが流れました。船越も非常にいいスタートで入ってきたんですが、さあ今度は大山がボールを持っています。大山から30番は宮原待っていますが、あっと失敗か。そしてディエゴ持った、さあ船越行く、1対1だった、船越が行く、シュート決まった、船越決めました。先制点は東京ヴェルディ。いやー、大きな1点が入ります。高橋さん、いやー大きいですよね。やっぱりこう前半に点取れれば復帰がっていうことはあまり気にしなくて済むし、まあ、今本当に失点がちょっと増えたといっても全体のバランスはそんなに大きく崩れてないんで、ね、まあ、相手のミスからですけども、ね、思い切りましたよね。はい、相手のミスからディオがこのボールをカットして、そして1本出して船越です。簡単に点を取りました。前半の11分です。さあ先制点は船越、東京ヴェルディ。まあ、先制点の持つ意味を言っていたんですが、非常に大きな1点です。上野さん、ヴェルディベンチスタッフ、またサブのメンバー全員飛び出して喜んでいましたね。大きなガッツポーズが全員から出ていました。はい、いや待望の1点です。まあ、待望といっても11分ですから、時間的には非常にいい時間帯で1点を取りました。今エゴが外に出ていますが、貝本、そしてですから学生、やっぱり船越起用がこれまた当たりましたよね。当たりましたし、重要なゲームですけど、選手の動き見てると、あまり硬さがないというかね。ははなるほど。だからやっぱり思い切ってその自信持ってリラックスしてっていう、ラモス監督の通り、選手はやっぱりこう足が動いてるっていうのは、まず見てる方は安心しますよね。かといってこの1点はまだ前半11分ですから、これを大事に守るという意味ではないですよね。いや、もうやっぱり2点目、3点目ということと、あとはやっぱりバックラインが相手をやっぱりこう外さないとかね、ポゼッションが高い時にどうしても相手のマークをちょっと見失いがちなんで、そこはちゃんと捕まえていい準備する、まあ、それ同時進行で必要ですよね。はい、船越、そしてディエゴ行きますが、ここは後ろに一旦下げました。そして金森です。キャプテンマークをつけています。左の星野、7年目を迎えています星野。そして30番宮原です。まあ、宮原は鳥栖からの期限付きの移籍になりますが、6月の13日から入っています。ジョジマールからこぼれて大山、大山シュートであった。大山のシュートです。浦和ユースの出身、まあ、浦和にも在籍していたこの大山です。非常に技術の高いものを持っていますが、まあ、今のは遠い位置になりました。さあこのシーンです。1本出して、そして確実に決めていきました。まあ、最後ねブロックに来た選手、スライディングに来た選手ブロックしてますけど、やっぱりその前にポストプレーでほとんど勝ってるという、なんか自分でもうまく乗れてるなと。なるほど。まあ、そういうのもやっぱフィニッシュになんかつながってましたね。ということはあの場面ではフラッグも随分余裕あったわけですよね。余裕あった、自信があったというふうに見えますよね。さあ宮原からここは1本出しますが、土屋がいました。これをこぼれたボールをまた取っていますが、1対0です。ヴェルディが大きな1点先制しました。さあそしてここは服部、長いボール1本出しました。まあ、今日はこの貝本、土屋、富澤、そして服部というこの4バックになります。でボランティアクのオールがいます。富澤、
そして長いボールは広山が対応していきますが、ここは星野が競り勝っています。こぼれて、そして宮原から前線フィード、ここには内村が待っています。そしてジョジマールで、ここも宮原取りました。そして右空いているのが大山、この辺はいい攻めを見せます。愛媛、大山からクロス、速いボール、ジョジマール、そしてやっと内村。やっぱりベルディとスタイルが違うんでね、ある程度シンプルで最終的にボールをゴール前に運ぶのに本数が少ないんでね、パスの、やっぱりその辺のスピード感に最終ラインがしっかりこうマーキングで捕まえていかないと、はい、点でアウトやっぱり1点という危険性もあるし、やっぱり手数をかけない分後ろの準備というのは必要でしょうね、はい、ここも勝っている船越、まあそこ裏を飯尾が再三狙ってますから、はい、ここは船越が当てればソフサイド。3番の近藤、21歳です。静岡の出身、やはり浦和に在籍をしていました。そしてここは金森です。1点を失っています、この愛媛 FC。 上野さん、はい、愛媛の選手たちはですね、やはりあの来季の契約ですね、この辺りのこともこう考えながらしっかりと自分たちのプレーしていきたいと、はい、あのやっぱりこれもモチベーションになっているようですね。これは川勝さんが大事なことだよね。いや本当にそれは大きいですよね、やっぱりこう、はい、この1試合では決まらないと思うんですけど、ただやっぱりそういうモチベーションを今作らないとね、チームとして。さあそしてここはポストプレーですが、うまく繋がれています。そしてディエオンから、さあまたチャンスが広がるか、飯尾から一旦下げて服部です。ここにオーロがいます。オーロからサイドを変えるか、土屋にまずはつけます。そして貝本が右サイド刺して、ここは広山から貝本、広山仕掛けていきます。広山仕掛けます。そして貝本が今行きますが、その貝本クロスを入れる、どうだ、ディエゴ待っているが、こっから大野のシュート。いやーちょっと力んだ。あでもまあ両サイドもうまく使えてるし、はい、シンプルにこう船越狙いっていうのもあるし、まあ、この辺が徐々に出てくれば非常にいいですよね。ディエゴ、広山狙うシュートになりました。いや確かに緊張感あるいは硬さが出るかなというそういった心配もあったんですが、うん、全くそういうのはないですよね。だからやっぱり一番悪い時のベルディの形でいうと、ディエゴとかが復帰とかが相当目立って孤立して、でも今日ディエゴがそんな目立ちすぎてないっていうことは、周りの選手が非常にうまくプレーしていると、まあ、いろんな幅も使いながら理想的だと思いますけどね。あの復帰がいることでやっぱりこう見る目はディエゴ復帰で十分点が取れるというそういった意識で見るんですが、その復帰がいない分やっぱりこう周りが非常に動いているなっていうのは分かるわけですね。逆にね、でボールもよく誰か一人に集中するわけでもないんで、はい、まあ、その辺のバランスの良さっていうのは出てますよね。ただやっぱり2点目をできれば前半のうちにもう1点取るっていうのは重要ですよ、ね。はい、おっと復帰行きました。復帰から船越が今スタートを切りましたが、おっと開くか、フッディエゴシュートと船越もいたんですが、最後近藤のクリアになりました。その前に笛が鳴っています。近藤再三ゴール前ね、壁になってるというか、はい、ただ愛媛は失点のシーンも今もそうですけど全部ミスなんでね、その簡単な、やっぱこれを前半のうち続けるということは相当もうゲームは崩れますから、はい、序盤のようにちょっとシンプルに裏狙うとか、こういう形ですね、うん、内村いきます。それでちょっとラインを上げるしか今ないですよね、はい。さあそしてまたボールを持って服部からディエゴにボールが入りました。そして簡単にさばいて左サイド大野を走らせますが、ボールはタッチラインを割っています。スローになります。まあ、しかしそういった、まあ、気持ち的には普段通りに入れたこのゲームの立ち上がり、その中でまた1点が入ったわけですから非常に楽です。まあ、先制点の持つ意味がこれまでのゲーム以上に大事だという話が川勝さんにもあったんですが、まあ、本当にこれ1点失うとあるいは取るのと大きな違いですから、非常にこのベルディは勇気が与えられました。それとこういう場面で起用された久しぶりのゲームなんですが、船越自身が点を取るわけですから、あの徳島戦も点を取ったわけでやっぱりこう気持ちよくプレーができますが、おっと内村、土屋から菅原です。
まあ、そしてこれまでずっと見ていてもこの菅原のボランチは非常に安定してますよね、まあ、守備に関してね、はい、あとコーチングとかね、カイムとから簡単にさばいて、そして広山を走らせましたが、ここは近藤がいました。そして星野です。5番の星野から、ここはジョジュマールがいます。ジョジュマール、まだ20歳です。そして内村、23歳は大分に4年間在籍をしていました。さあここはボールを出しています。ニュージーランド青野がいます。そして大山、ここまたいい展開ですか。森脇は今オーバーラップを仕掛けますが、森脇、そしてクロスを上げる、低いボール、速いボールが内村。展開としては決して悪くないわけですよね。いや、いいですけどね、ただここは今一人ジョジバーヌが倒れています。なんか入りますね。ちょっと動かないですね、彼女。本当ですね、ちょっと動きがありませんが心配ですが、ただ今の愛媛の中であったやっぱりこのジョジバーヌ、まあ、注目と言いましたが、この人が中心という感じでの話もあったわけですから、いなくなるとちょっとこれ、辛いところがあるわけですが、まだ立ち上がりませんね。左の足、今アイシングをしているようですね。そうですか。現在8点を取っています。20歳、そして183センチ80キロという、まあ、そういった選手になりますが、まあ、目標設定にはあのカメルーン代表の江藤というのを挙げているんですが、そういうタイプを好む選手なんですが、ジョジマール、まあ、そういうまたプレーをしたいわけですよね。まあ、やっぱり本人がそういう意味でスピードに自信があったりするんだったら、やっぱり味方の選手というかね、やっぱ足元よりも少しスペースあるときは勝負するようなボールを多めにしてあげるとか、はい、まあ、その辺がやっぱり単独チームの良さなんで、そういう個性をやっぱり最大限ちょっと理解して活用した方がいいと思いますけどね。江藤が目標です。まあ、したがってクロスへのこの入り方非常にうまい選手なんですが、今とりあえずは単価で外へ運び出されました。まあ、ゲームはここからまたスタートを切っていきます。キーパーの高井義成、そして土屋、そして菅原、ボード、ゆっくりとボールを回していきます。ジョジュマールまた治療中です。貝本、菅原、内村がプレスをかけますが、貝本から土屋、まあ、土屋の安定感というのは非常にこのチームの大きな、まあ、ポイントになっています。大きいですよね。まあ、最終ラインでスピードもあります、高さもあるし、はい、まあ、あとやっぱり戦う姿勢とかね、上田さん、はい、ジョジマル大丈夫そうですね。そうですか。まずピッチに戻りそうです。星野ボールを打っと、ここはちょっと合わなかったか。18番のようです。まあ、でもベルディやっぱりゲームを支配しながらも、でも崩す形が徐々に減ってくると、エイメもこういう形で攻め返せるんで、やっぱりダメージのあるような攻撃っていうのをやっぱりもうちょっと作っていかないとね。でその先でやっぱり2点目取れれば一番ベストだと思いますから。ラモス監督、そして橋谷コーチが今移りました。高いから長いボールが入っていきます。ここはファールがありました。確かに今ひげがありましたが、多少白くなっているラモス監督。まあ、先週仙台戦もあと私も話しましたけど、はいはい、やっぱひげは白くなったと、あとはやっぱりいろいろいろんなところ髪の毛含めて白さがっていうのは言ってましたけどね。まあ、しょうがないですよね、これはね、黒もあるし、やっぱりね、相当今季は大変だと思いますけども、やっぱりよく立て直したし ね、 本当ですよね。やっぱりそういうチームをなんかこう変えたっていう、その辺の苦労っていうのは、まあ、なかなか周囲にはね、はい、全部伝わらないしね。広山、まあ、それとこのベルに関しては、ここはボールが入るか、飯尾が行きました。そしてディエゴが入っていくが、クリアになりました。3バックのスタートから途中この4バックにしたわけですよね。ですね。まあ、これも非常に今しっくりきているというとなります。まあ、いろんなことがやはりこう試行錯誤の中で今確認されて、そして J1 を狙っていますが、ここはクロスはキーパーです。川北が取りました。ただ普通に考えて川北さん、第一クールを7連敗でしたよね、うん、どう考えてもこれは難しいぞというそういった話が非常に多かったわけですよね。まあ、やっぱり期待が大きかったしね、やっぱりそういう意味でちょっとリズム狂うのがなかなか修正できなかったんですけど、
でもやっぱり京都戦で勝ってね、そこからチーム変わったというか、全員が危機感を持つようになったと、はい、何人かの選手とか例えばラモス監督が危機感を持っていることが全体がね、もっとファンライン、そして中に入れた、内村が仕上がりました。ちょっと危ないですよね、はい、ね、逆に愛媛はあそこにもうちょっと人欲しいですよね。あ、なるほど。今ほとんどジョジマール内村だけ、さあディエゴ行きました、ディエゴ持っていきます、試合流れ、そしてここはイーヨが行きます、イーヨにボールが預けられて、中にはもちろんフランコシが入っています、逆サイドは広山も待っていますが、さあフェイントかけるかわした、あ、入るが、ここは近藤です、近藤非常に活躍しています、ここは大野が行きました、大野、そして落としていきますが服部、中に入る、スルーをするが、あっと平山のスルーはちょっとカットされました、ジョジマール、そして内村、右に大山が張っています、大山行きました、もう一回行きますが、あっとここでまた EO が取ります、これが多いんですよね、なんですよね、あの丁寧にやろうという意識があっては、あってはいいんですけども、もったいないですよね、そこミスからなんかリズムがまた変わるとかね、はい、神様から、そして大野がいます、ボランチの大野、左には服部が待っています、上田さん、はい、愛媛ベンチ一人選手を準備していますね、そうですか、ミッドフィルダー16番赤井選手を準備しています、同じくミッドフィルダー18番のエゴ選手と交代するようです、ここはイーヨが行きました、そしてイーヨからクロスが1本入る、そしてどうだ、ディエゴ打てないか、またこぼれて貝本がいます、貝本、菅原狙う、シュート、かなり飛ばしてしまいました、まあでもちょっとね、ゴール前の時間をやっぱ増やしていかないと、はい、愛媛の選手にまだいろんなチャンスを与えるっていうような展開には持っていかない方がベルディはいいし、うん、逆に愛媛の方はやっぱり前の選手が裏を狙ってくれてるんで、はい、そこはやっぱり後ろがこう感じてるかどうかっていうのは大きいですね、菅原ディフェンシブなボランチになります、まあ、そして今話があったエゴなんですが、エゴはまあ停止焼きの選手になります、前節は出ていません、まあ、前節はその赤いがスター面で起用されていました、望月監督はその辺の早い交代を意図しているということになりますが、1本出て内村、まあ、この辺が狙いどころになります、まあ、でもあれを例えば土屋とか、はい、クリアした時に、ジョジマールはちょっと離れてるんですけど、後の選手もみんなこうあまり近づかないと、長めのフィードにもやっぱりちゃんと可能性残す意味で少し厚みは必要でしょうね、なるほどね、はい、まあ、取られた後の攻めが非常にやっぱ怖いという意識はこの愛媛にはあるんでしょうが、この1本ですよね、でこの後に内村、そしてジョジマールが来ますが、サポートで、はい、あとは中盤の押し上げですよね、でここで青野が行きますが、ここで取られます、あの形からシュートまで持ち込んでしまいたいんですが、逆にカウンターを今取られて、さあここからまたボールを持っていきますが、服部から、そして落として貝本が行きました、貝本がクロス、船越が置いている、その後ろからいいよシュート、もう一回、おっとクリアになりました、いやー、いいボールで抜けたんですけどね、前にみんな引っ張られてね、やっぱり船越がいるだけでもああいう対戦になるわけですよね、みんなが船越に行っているんですが、その後ろからイーヨがうまく飛び込んできたんですが、エゴがここで変わります、ちょっと足を引きずってますか、そうですね、プレーでもちょっとボールを蹴った後とか、痛そうな表情何度も見せていましたね、そうですか、まあ、停止明けで今節は元気に出てきたんですが、ここでもすでに交代です、16番の赤井が入ってきました、前半のうちの交代です、周り見ては痛めてしまったということになりますが、さあコーナーキックです、はい、大丈夫、服部蹴っていいボールが来ました、あーっと土屋触るだけというタイミングだったんですが、いいボールがね、入って吸わされてもう数センチでしょうね、本当ですよね、これもらったと思ったでしょうね、うわ届かない、ただまあ抜けてきたのは瞬間で前のディフェンダーからなんで、ちょっと見づらいっていうのもあるしね、なるほど、よく反応してますけどね、ただ考えた川勝さんね、あのベルディも良くなかった頃はセットプレーで点が入らなくてセットプレーで失点してましたよね、今その逆なんですよねまあそのやっぱりこうなんか修正もできたし、あと流れの中でも本当にこう個人技頼みだけでもないし、ね、はい、やっぱりいろんな形が徐々にこう出てきたっていうのはやっぱ大きいしね、ですよね、いや話をしていてもとにかくセットプレーで点が欲しいんだよ、その練習ばかりなんだという、まあ、そういったベルディの、まあ、一時期あったんですが、
今は非常に安心感があります。だからやっぱり服部のキックの精度の高さ、これやっぱりセットプレーの得点に大きな意味を持ってきますね。大きいですね、キッカーも相当比重があるし、はい、あとやっぱりこう点を取るためにいい選手が中に入ってくれてるとキッカーの集中力も上がるし、お互い相乗効果なんでね。はい、時間の方は今29分からまもなく30分になろうとしています。おっとこぼれた。ここは27番青野が行きました。まだあります。30番の宮原、そして内村が待っていますが、ジョジマールが右サイド、ここも中央でボールを求めますが、一旦開いて大山、そして宮原、トラップをちょっとミスしてしまった。広山行きますが、広山取りました。こういうのはちょっと多いですよね。ですよね、非常にもったいない。さあ貝本、貝本からこぼれて、ここはファールという、貝本のファール、足の裏ということですか。そうですね、裏を見せてしまいました。ここは長いボール、早いリスタートとなりますが、ここはちょっと追いつきません。16番の代わって入った赤井が行きました。土屋です。いや本当にこのディフェンスラインを闘争しますし、安心感、安定感がありますが、まあ川上さんの前ではね、はいはいというちょっとこう小さくなって見えるんですが、ただやっぱりこのラインの中へとやっぱ大きいですよね。なんかこう、うん、ね、あの特にものすごく身長が大きいとかではないんですが、存在感というか、ね、ありますよね。この身長でね、やっぱりセンターバックというのは相当な身体能力と、はい、あと勇気とかね、まあ、あと責任感も含めて、普段は非常に明るいんですけど、やっぱりゲームの時戦ってくれるということで、はい、やっぱり指揮官のやっぱり信頼というのは相当強いですよね。ベルディから神戸、柏、大宮でもプレーしていましたが、177センチです。ただあの仙台選手ちょっと足を痛めて心配したんですが、もう全然大丈夫ですよね。怪我にね、強いのと怪我を本当に理由にしないんでね、こっちが心配になるんですよね。なるほど。服部から裏を取ります。飯尾が行きました。これもいい攻めになりました。飯尾中に入れる。なっとボールが出てましたか。フラッグ上がっています。ゴールラインに待っています。まあ、でもああいう今の服部 の、あのボールから飯尾、はい、飯尾のクロスに対して船越、ディエゴ、広山、常にこう3人入っていると、はい、この辺やっぱり変わったんですよね。ポゼッションがあるのに枚数が少ないという時期もあったし、はい、ポゼッションが高ければそれだけ選手の移動時間稼げるんで、まあ、最終的にゴール前に人集められるとかね。そう考えたらやっぱりこの大事な時期に来て、ひどくやっぱりチームが一つになった、やることがはっきり分かってきたということですよね。ですね、やっぱりそういうチームに成長したと、まあ、やっぱりラモス監督の元全体のメンバーも固定されつつ、はい、やっぱりそれぞれの役割も明確になって、でそれがまあ結果にも出るようになったと、はい、いやこのベルディ戦に関してはいつもいつ も第3クールに入ったぐらいからでしょうか、まあ、注目選手は復帰で、ゲームが始まれば絶対に負けられないゲームですねというコメントが多かったんですが、それを毎節繰り返してここまで来たわけですよね。まあやっぱりね、復帰の37点というのは本当に素晴らしいけども、復帰自身も全部が自分の個人技で、そうは思ってないしね、逆に守る人がいて結果がついてくるっていう全体の中でなんか共有できてるっていう面は非常にいいですよね。そうですね、おそらく愛媛も今これ戦っていて、そういうのはどこかやっぱ感じているでしょうね。なんかこうベルディの一体感といいましょうか。あ、それはあるでしょうね、ここもうまい感じでいいように預けて、今度はディエゴ中に入れました。さあここからまた大野が持っています。カイムとカイムインサイドフリーでいますが、ディエゴ、大野、大野からどこを見るか、カイムと見るか、ここは広山を繋いできました。広山一旦下げて、富さんちょっとね、今大野ああいうところでアイデア出さないと良くないですよね。2回3回、はい、そして船越、足元も強いんです。船越どうする、持って2人で囲っていきますが、一旦出して服部上がってきた、クロスが入る、シュートはどうだ。あ、最後は平山のシュートになりましたが、船越が粘りますよね。やっぱりあそこでね、ため作ってくれるんで、服部が次のプレーっていう時間も作れてると、はい、あの辺のやっぱりキープ力は効いてますね。時間は34分を回っています。1対0です。前半の11分、船越がゴールインです。ベルディが1点を先行しています。近藤から長いボールを1本出して、内村は走らせますが、内村、そして高木、吉成が来ました。ここは接触プレーになりますが、高木が倒れています。
今もね、ずっと見てて今のボールなんか姫からすると私は非常にいいボールなんですよね、はいはい、ただやっぱり中盤の選手みんなフラットでジョギングしてるんですよ、まあ、もしあそこであの前の、まあ、味方の選手がボールを奪ってクロス上げる瞬間なんかに時間かけないと非常にチャンス大きいと、はい、でも時間かかるとベルディも戻ると、だあの辺で味方がなんか同じことを瞬間こう考えられないとアイボール出してくるとチャンスはあまりないんだと、ただ出されたベルディから言ってもそんなに慌てる必要はないわけですね。そこに何人か行って、あと中央を固めると、はい、だからやっぱり点はやっぱり意外性が相当大きいんで、やっぱり今見てるとなんかこう構えたところにその選手が入っていくなと、構える前にこう仕掛けるとかっていうなんかそういう中盤の飛び出しがもうちょっと愛媛は欲しいですね、はい、高木義成です。まあ、このベルディのキーパーも、まあ、吉原、そしてこの高木ということで、まあ、2枚いたわけですが、まあ、今のでも飛び出しなんかは非常にタイミングもいいしね、いいですよね、はい。まあ、とにかく高木も言っていますがいつも通り臨んでいきたいという中でやはり先制をしてなおかつ、まあ、本人もこれ今日のプレーを見ていてもいつも通りのプレーをしている、まあ、そんな感じがあります。187センチは28歳の高井義成、修徳高校から国士舘です。2004年は J1 でのフェアプレー個人賞も取っている選手です。愛媛の内村選手戻りました。そうですか、内村は入っていきました、まあ、だから内村のランニングに対してこう毎回がこ うまく成功するかどうかって分からないですけど、はい、ただやっぱりそれ信頼して選手がついていくっていうそういう形はちょっと期待したいんですよね、からその裏狙いでいい。あっとジョジマールが狙えない。そしてどうする、一旦左で出しました。さあ星野が上がっています。星野からクロスが入っていく。そのクロスから反応してシュートーと決まりました。いやー内村のゴール。いやー今難しいヘディングですよね。うわー追いつかれましたベルディです。ちょっとね今、はい、ジョジマールで打たないで上げるときに中は揃ってはいるんですけども服部の前に内村がうまく入ったんですね、はい、この上げる瞬間星野から上がっていくんですがここからすこけ入り込むんですね。うん、で 肩あたりなんですよね、だから高木からすると、ループシュートみたいな、あ、はいはいはい、あのヘディングの弾道ではないんでね、タイミング取れないですよね。タイミング取れないんですよ。だから富澤と今ハットイでこう間挟んだように見えたんですが実はその前取ってるわけですね。そのギリギリ間を割り込んで、まあ、肩っていうかね頭から肩にかけてのボールがまたいいクッションになって、はい、まあ、でも内村の今やっぱりボールに対しての意識とか執念、まあ、ああいうのがやっぱり形に出たということですよね。174センチという、まあ、わずはないんですが23歳内村のゴールに1対1の同点になりました。前半の36分です、まあ、ですから1対0とリードして2点目欲しいなということだったんですが逆に追いつかれてしまいましたベルディです。この1点ではどんな意味を持つんですか。当然愛媛は乗りたいというか乗れますけども、はい、ただベルディがこの 1-1 になった状態で、例えばこれが 0-0 とはまた違うんでね意味は、はいはいはい、同じ引き分け、あの同点でも、同点でも、なるほど。だからやっぱりそういう意味でやっぱり最初に戻すような船越をもう少しうまく使いながら、はい、両サイドとかちょっと足元が増え出して横パスが増えてポゼッションだけ上がってもあまり意味ないんで、ペナルティーボックス近くにやっぱり侵入するようなプレーを増やした方がいいと思いますね、持ち監督も非常に動きが激しくなっていますが57点の生まれになります。上野さん、持ち監督も試合開始からほとんどテクニカルエリアの中に突っ張りなんですね、はい、あの審判の方に何度か注意されるシーンもあるぐらいかなり激しく指示を飛ばしています、なるほどね、まあ、それとやっぱり川崎さんね、この持ち監督も22日にその続投が決定しましたよね、はい、そういったやっぱり監督自身のモチベーションありますよね。やっぱりね、今季のゲーム残り試合考えても、はい、来年どうしたいとか、やっぱりいろんなプラン考えながら今日のゲーム入ってるんで、そうですよね、やっぱりモチベーションも高いでしょうね、まあ、そういった意味ではこのベルディ戦があってその後浦和戦があるわけですからいろんなことを試せるわけですよね相当大きい経験できますけど ね、アジアチャンピオンですからね浦和ね、だからそういうチームと公式試合できるっていうのは、はい、やっぱりただのゲームでは終わらせたくないですよね、さあここはまた赤井が入ってきます
星野が持っています。そして赤いに行きましたが、もう一回はたいて星野、うん、チャンスか、逆へ持っていくが大山間に合うか、大山が行きました。17番をつけます。そして飯尾が今詰めていきますが、うん、大山の足に当たってサインが出ています。スローインは東京ヴェルディです。39分からまもなく40分になろうという時間になりました。1対1の同点、前半の11分船越のゴールイン、先制点はヴェルディ、まあ、しかし36分に内村ゴールインで愛媛が追いついています。あっとこれもカットした。そして狙っていくのかと金森こぼれています。内村が行きました。ラモス監督です。まあ、やっぱり得点が与える影響というのはメンタル面で特に大きいんで、ヴェルディはちょっとね、あの当然前に行く姿勢は消さないで、はい、逆にあのここしっかりこう落ち着くと、やっぱりどうしても点取ったチームで乗れるんでね、はい、その直後にまた大きいチャンス作ったりしますけど、逆に言えばそういうところをうまく落ち着きながら対応して、やっぱりいい時間帯というのをまた戻すような、はい、やっぱりいい形を徹底した方が、やっぱそれにはちょっと船越もうちょっとうまく使った方がいいですね。今使えてないですもんね。なんか序盤結構ね、はい、ポストプレーとか高さがなんか生きてたなと思ったんですけどね。カイムと行きました。カイムとそして船越が今入っていきます。ここは広山からクロスが1本入るが前で処理されて、これはコーナーキックになりました。まあ、今日の1点がヴェルディが87点目になりました。愛媛の1点は37点目、同じゲームの数なんですが実は50点違うんですよね。あ、そう考えたらなんか1失点というこれ悔しい失点ですけどね、ヴェルディから言えばね。まあでもね、やっぱりそこの中で選手がどう捉えるかっていうのは、はい、ゲームがもう今進行してるんでね、切り替えながらやっぱりいい時間帯というのは早く戻すよね。はい、さあハットリーのコーナーキックになります。いいボールが入る、飛ぶシュートは流れましたか。あのやっぱり船越ディエゴが真ん中にいると、はい、カバーリングの人数が愛媛は必要なんで、サイドはやっぱりどうしても掘るんですよね。だからやっぱりそういう意味で広山とか飯尾が空き出すときに今度サイドとか貝本もよく出てますから、はい、でもそれ最初からサイドやると全体の組織があまりずれてないんで、あまりサイドも崩しづらいんで、そういう意味のなんか船越狙いっていうか、うまく利用しながらバリエーション効かすっていう、まあ、そこに戻した方がいいと思いますね。はい、ヴェルディも今日勝てば88の勝ち点で、まあ、得失点差で上回って、まあ、トップに立てるという、まあ、今節は札幌がゲームがありません、まあ、そういったトップに立とうというチャンスです。ですからまあ常にラモス監督もいわゆる復帰ではなくて優勝だという話をしていますが、まあ、それも当然狙えるわけですが、ここは前半で 1-1 の同点になってしまいました。スローインは愛媛です。大山、宮原から簡単にさばいてジョジマール、その前でさばきますがジョジマールにボールが渡りました。ジョジマール、ここは3人で来ました。厳しいマークです。カウンターです。一気に畳みかけるか、ディエゴ、ディエゴから右に貝本が行きました。貝本からクロスが上がって戻ります。もう一回あります。そして船越が待っています。船越、ディエゴがいます。その後ろ飯尾が待っています。飯尾、広山、船越、ここはここが壁がありました。そして星野から前線フィード、ここは土屋が構えています。土屋、2005年の11月の26日降格決定、その時の柏にいたのがこのラモスコーチであり、また土屋もいました。大野もいました。柏サイドにいました。土山の時点取ってんですよね、考えたらね。まあ、そういった因縁めいたものもありますが、今回はこのヴェルディという古巣でやはり昇格復帰を狙っているわけです。ディエゴ、もう43分30秒過ぎています。時間は前半なくなってきていますが、1対1の同点。土屋から服部、服部から、そしてボールが入って船越狙いですがボールはそれました。近藤がいます。このボールですよね、はい、これがスタートゲーム直後でよく通ってたんで、でその船越、さあここから飯尾にボールが当たって船越はもう一回入っていきます。大野、菅原、ジョジマールがプレスをかけますが、ディエゴ、そして土屋、さあだんだん難易度は下がっていきますが船越が手を挙げています。その船越を狙っていきますが船越の前で処理されました。菅原狙うシュート、
でもね、はい、結局船越が勝てなくても相手のクリアはあってある程度人数でサポートいくと拾えていくんで、はい、あるいはフィニッシュとか作り直すことはできると、それとやっぱりこう正確なビルドアップと、だそれが偏りがないようなことをもう一回こうやった方がいいと思いますね。ヘディングの競り合いですから、どんなにクリアしてもヘディングってはそんな飛ばないわけですから、その前にいればいいわけですよね。で船越が潰れてくれれば、はい、そのボールもルーズボールになるんでね。復帰がどんな気持ちでこのゲームを見ているか。37点、まあ、得点はもう間違いありません。フロンターレのここは持ってきますが、ジュリーノと並んでの37得点は、まあ、J2 の最多得点記録というとなりますが、まあ、更新はできませんでした。上田さん、はい、前半のアディショナルタイム2分です。2分ですか。アディショナルタイムは2分、そして今45分を回っています。もしこのままで終われば愛媛としては1-1ですから言うことはありません。大山、菅原、まだ持って内村持っていきますが、ちょっと長いか。貝本、船越を狙っていきます。近藤が競っています。まあ、これも一つですよね、はい、この徹底である程度スピードアップするとか、そして長い分、これがだからあの復帰がいるときとはまた違うわけですもんね。違いますよね、どうしてもグラウンダーが増えますしね、はい、貝本は当然船越を見ていますが、そして広山、ここを回していきます。菅原からディエゴ、服部から飯尾も開いています。中に入った、そして船越がその前でクリアになりました。まだこぼれて、ここは前線フィードは、ここは土屋が追っていきますが、ボールは立ち上がりました。まあ、あまりこう焦らないというかね、やっぱり冷静にやっぱり相手に一番嫌なことは何かっていうのをもう一度こう特にハーフタイムなんか挟みながら、はい、でそこをやっぱりこう繰り返しっていうのもやっぱりちょっと大事かなと、それでも一対一でもしょうがないということになりますよね。もう時間ないですね、もう今はね、だからあまりこう感情的になって、はい、カードもらったり、うんうんうん、ちょっと自分のプレーリズム崩すようなことはまずしないと、まだ半分ですからね、はい、そうですよね。アディショナルタイムは2分です。その2分が近づいています。1対1の同点です。11分に船越のゴールインという非常にいい時間帯での先制点だったんですが、36分に内村のゴールインで追いつかれました。長いボール金森から、そして赤井から落としていきますが、ここ内村走っています。赤井、ジョジマは2枚から、ここは菅原カットしました。ディエゴ、大野、服部が開いていきます。大野が前を見て、ここは菅原にボールを出します。後ろから内村行きました。プレスをかけます。そしてディエゴ、イーを狙っていきました。ボールはちょっと長いかというディエゴ、そしてイーをというラインだったんですが、でこの瞬間に今笛が鳴っています。前半を終了しました。まあ、今日勝てば J1 の昇格といったものを、まあ、ほぼ手中に収めるということなんですが、まあ、しかし1点をリードした後だったんですが、リードされてしまいました。まあ、そういった意味ではもちろんまだ半分あるわけですから、まあ、どうなるか分かりませんが、復帰も出たいなという気持ちはもちろん持っていますが、まあ、今節そして次節、まあ、この今シーズンはもう出ることはできません。ただ、まあ、1対1という点数を考えても主力を見事あえるというゲームになっていますが、これ川口さん、随分後半は期待できますよね。まあ、全体は本当によく、ね、動こうとしてるし、硬さはそれほどないんでね、あの失点直後のイメージを払拭する意味で整理して、はい、後半臨んでもらいたいですね。そうですね。ということで、前半を終了しました。前半を終了してベルディ、そして愛媛のゲームは1対1の同点。プロ放送は味の素スタジアムからお送りをしております。史上最強クラブを決める戦い、絶対王者へ、トヨタプレゼンツ FIFA クラブワールドカップ、チケット絶賛発売中。2007年 J リーグ、スカパーはオフシーズンも J リーグが熱い。激戦を繰り広げた選手たちが横浜アリーナに勢ぞろい。 2007J リーグアウォーズを12月17日月曜18時25分から生中継。各クラブのサポーター必見、クラブごとに全ゴールシーンを一挙大放出、クラブ別全ゴールハイライト。
全31クラブの選手たちの素顔をこっそりお見せする J31 素顔の J リーガー。2007年 J リーグはこれを見ずして語れない。 J1、J2 リーグ総集編。見逃してしまった試合もハイビジョン放送した試合も全部もう一度見られます。 J リーグ全試合アンコール。さらに各クラブが選んだベストゲームを放送。そしてなんと J リーグアフターゲームショーまで完全アンコール放送します。詳しい放送スケジュールは EPG またはホームページでご確認ください。 J の興奮をもう一度。ここまでの放送は日清トヨタプレゼンツ FIFA クラブワールドカップの提供でお送りいたしました。前半を終了して1対1の同点です。この後はクラブ応援コーナーをお送りします。こんにちは、リポーターの高木清香です。今日はいよいよホーム最終戦です。ヴェルディの J1 復帰がもう目前へと迫りました。ということで今回は今シーズンのヴェルディの戦いぶりを振り返っていきたいと思います。どうぞ。ボールを持っていきますが、そして中へチャンスがシュート、もう一回いった、壁は3枚です。左足狙った、決まった、ものすごい弾道でした。さあ次に勝った、シュートは左足決まった、5点目。ゴール前だ、ヘディングシュートクリアした、もう一度シュート入ったが同点。対決前、ね、ハンドリングの中央に来た、復帰復帰復帰、ディエゴ、ディエゴハットトリック、復帰がシューバ、シューバチャンスだ、シュート、ディエゴから復帰、そしてディエゴもう一回復帰、ディエゴ、広山がボールを持った、チャンスは続く、そして一歩入っていくが、ディエゴシュート、決まりました、ディエゴ。はい、いろんなシーンがありましたね。さあ今シーズンも今日を含めて残り2試合となりました。最終戦は12月1日セレッソ戦、アウェーでの戦いとなります。もう最後の最後までヴェルディを応援して J1 復帰、そして優勝を目指していきましょう。以上クラブ応援コーナーでした。地元の言葉が好き、ふるさとの時間が好き、家族の笑顔が好き、この街が好き。
ジ。いいものを見つけると買い物が楽しくなる、毎日も楽しくなる。富士オリジナルブランド暮らしのモルト富士。この後はお知らせを挟んで前半のハイライトです。ここからの放送は土楽器の提供でお送りいたします。未だかつて誰も足を踏み入れたことのないその頂上に今日人類が初めてたどり着きます。いよいよ、いよいよです。ついに頂上が見えてきました。頑張れ古川、もう少しだ。あ、カメラこっちです。古川さん、どうしました？古川どうしたんでしょう。あと一歩なんですが。体力の限界ですかね。さあ、ドガッチへアクセス。2007年、海を越え MLB に活躍の舞台を移したボストンレッドソックス松坂大輔。スカパーでは松坂大輔のメジャー1年目レギュラーシーズン登板全32試合をアンコール放送いたします。衝撃のデビュー戦から地区優勝の原動力となった松坂の全投球を振り返る MLB ファン必見のプログラム。詳しいお問い合わせはカスタマーセンターまで。衛星 CM55、 インターネットで全国 CM を買いませんか？驚きの低価格でお申し込みは簡単。まず100本の CM の中からお気に入りを選びます。次に商品写真などを用意しナレーションを決めるだけ。想像以上のレスポンスが期待でき売上アップ。衛星 CM55、 詳しくはウェブへ。全ジャンルを網羅した68チャンネル全て見放題。スカパー欲張りパック3500円。欲張りパックの中から毎月お好きな15チャンネルを選べるスカパー選べる152800円。東京ヴェルディ1969と、そして FMFC、 この味の素スタジアム、まあ、白熱したゲームを見せてくれていますが、まあ、結果は前半は1対1の、まあ、同点ということで、まあ、後半に折り返す格好になりました。このゲームは解説が川勝良一さん、リポーター高井京香、実況上野明でお伝えしています。まあ、今日とにかく勝てばその J1 の昇格という、その J1 復帰への道が開けるわけですから、まあ、非常に大事なゲームなんですが、さあその前半です。ハイライトで振り返っていきましょう。まあ、復帰がいません。そしてワントップのこの船越を入れたんですが、これが立ち上がり非常に功を奏していました。川勝さん、これ本当に良かったんですよね、立ち上がりは。まあ、シンプルですけど相手に効いてましたよね。はい。そしてディエゴから相手ミスなんですが、ディエゴからもらった船越がご覧のようなシュート、前半の11分でした。やっぱりね、やっぱり船越自身がこの前のシーンも含めていくつかやっぱり自分でいいプレーができてたんで、そっとやっぱり乗れてたなと。あ、なるほど。それ自分で自分を乗せたっていうのは大きいですよね。まあ、その後もヴェルディがこれ構成をかけるんです。でディエゴ、あのやっぱり愛媛の自陣でのビルドアップのミスからっていうのは相当あったんでね。はい。ただここ星野からいいボールが入りましたが、ここのね、内村のヘディングシュート、まあこれは本当に内村がよくここの間に入って競ったなと。これキーパーはもうどうしようもないですから、まあ、打たせないような守備であれば最も良かったんでしょうが、まあ、服部からすると自分は最初にポイントに入ってたんですけど、はい、やや後ろからね、内村がいいタイミングで来たと。はい。ただこれ前半のスタッツなんですが、ご覧のようにシュートの数がヴェルディが10に対して愛媛2しかありません。でコーナーキックもヴェルディ2ですが愛媛は0で、フリーキック5-4、イエローカードレッドカードは出ていませんという、まあ、非常にこうクリーンなゲームにはなっているんですが、結果は1対1の同点です。このサポーターの声援が当然選手には伝わっています。
まあ、そしてみんなでこの J1 復帰を果たそうという、まあ、そういった気持ちが非常に強く表れています。いち早くこのヴェルディが今ピッチ出てきました。そしてあと追うように今愛媛が入ってまいります。そして気になりますが今日は京都のホームゲームで京都仙台戦が行われています。3位と4位のチームです。前半は0対0でこちらも点は入っていませんという川勝さん点がないんですよね。やっぱりね、重要なゲームお互いこうディフェンスもしっかりしてきますからですね。ただやっぱりね、時間かけるとかある程度のこう正確性ばかり求めると得点はなかなか難しいんでね、思い切りとかやっぱり意外性とかそういう点でしょうね、一つね。というところで、まあ、札幌ヴェルディ、京都仙台、そしてセレッソも含めてのこの J1 昇格争いも非常に熱を帯びていますが、残りあと2試合です。さあ、まもなく後半に向かっていきます。行こうよ J1 へ、まあ、みんながこういう気持ちを持っています。あの2005年の11月の26日、まあ、柏サッカー場ではあったんですが、アウェーでその柏レースに負けて、まあ、そしてこの J2 降格が決まってしまいました、まあ、そして昨シーズン1年で戻ろうというこのヴェルディが非常に苦い経験をしてしまいました、まあ、そしてその J2 の2シーズン目、まあ、その J1 の復帰がまあ目の前に見えてまいりました、まあ、何としても今日それを手にしたいという、まあ、そういった気持ちが伝わっています。さあこれから後半も45分エンドを変わっています。右エンドがホームのヴェルディです。左エンドがアウェーの愛媛です。前半1対1、後半はどういう風なこのゲームの立ち上がりを見せてくれるか、緊張感が増してまいります。45分で決着をつけたいヴェルディ。さあ愛媛のキックオフです。後半の45分、大山が行きますが、ここは大野が滑り込んでいます。そして服部、飯尾、白山が今求めたんですが後ろに下げて土屋です。右に貝本が開いています。皆さん、はい、後半に向けた選手交代はありません、はい、という選手交代がないということ。両チームヴェルディはキーパー高いです。貝本、土屋、富澤、服部のフォーバック、菅原、大野のボランチ、右の平山、左が飯尾です。そしてディエゴと船越のトップになります。一方愛媛の方は今チャンスを迎えます。右サイド長いボールを出していきますが、さあここから内村が入ってきました。内村、ジョジバールが今中にいます。ジョジバールへのボールはちょっとマイナスになります。そして菅原がカットしています。その愛媛の方はキーパー川北です。フォーバックは右から森脇、金森、近藤、星野、中盤は右から大山、宮原、青のブランチ、そして英語に代わって前半から赤井が入っています。そして内村とジョジバールというこういったメンバーです。さあこの後半ですが、川勝さん、どんな入り方になっていきますか。まあ、ベルディ45分まだ時間あるんでね、はい、あの失点直後っていうのは相当こうストレスはあったと思うんですけども、やっぱり愛媛が一番苦手としているのは何かというと、やっぱりこう一つはやっぱり船越に対してのボールなんですよね、はい、で今度はよくそこ行ってますけども、やっぱりカバーが必要なんで、そこのポイント、そこのエリアに相当人取られると、いろんなところに空きができるんで、こぼれて、そして平山入っていきますが、船越が狙うシュート、この辺もそうですよね。金森が壁になっています。だこの辺としっかりつなぐっていう、時間かけてつなぐっていう本来の形と、はい、やっぱりその偏りあまり作らない方がいいと思うんですよね、やっぱり状況に合ったプレーっていうのを優先した方が、船越もやっぱり時々はボール欲しいはずなんでね、はい、第2ラップの後半の立ち上がり、まあ、15分を見るとヴェルディが14得点の8失点です。一方 FMFC はこの立ち上がり15分後半ですが、11得点の14失点です。さあ、飯尾にボールが出ました。飯尾から今服部がオーバーラップを仕掛けますが、飯尾が持って、そして中に切れ込む、さあどうだ、シュート打ってきました、シュートポスト、そしてディエゴ、決まらなかった、ポストがありました。いやー、今ねニアによく抑えたんですけどね、うわー、これ決めたかと思ったんですが、当たってね、ディエゴですよね。まあ、よくでも川北ね、反応しましたね、反応しましたよね。さあ、そしてコーナーキック、大野がボールを蹴ります。右足、大野から入って、さあここがチャンスか、こぼれています。なんとクリアになりました。川北184選手というキーパーですが、よく反応しました。まあ、とにかくもっと、ここはジョジマル行きました。カウンターですか、あっとミスをしてくれました、助かりました。わあ、こぼれた、内村、そしてここはいい対応です。いや、ちょっと今ドキッとするシーンでしたね。さあ、そして今度は船越を中に置いて、
まあ貝本行きましたがダメです。うん、なんとなく落ち着かないこの後半の入り方になっていますがディエゴプレスをかけます。まあやっぱりスタミナがある程度ある時間帯というのは激しいんでね、やっぱそういう時にいろんなプレーは起こりやすいですけど、やっぱり落ち着くということと、あとやっぱりイージーミスとかね、リスクのあるようなことっていうのは特に自陣ではやっぱ避けた方がね、長いボール1本出てきますが、ここは船越が追っていきますが、ボールはタッチになりました。そしてラモス監督も指示を出します。まあ、ベルディはちょっとあの内村の運動量、動きの質をもうちょっと注意した方がいいですね。なるほど、はい、その内村、安で、内村はその前にいますが、内村と10番の2トップになります。今言ったのは16番、途中入っていますが赤いです。裏を取りたい平山がいました。そして貝本と名付けます。貝本からクロスが1本入れば当然中には船越が待っていますが、ディエゴ船越いますが、ここはキーパーから期待します。上野さん、はい、ハーフタイムの両監督の指示が入ってきました、はい、お伝えします。まず本部の東京ヴェルディ1969ラモス監督、3つのポイントを挙げています。サイドから積極的に仕掛けること、もっと高い位置からプレスをかけること、そして裏への縦パスをしっかりケアしよう、この3点が出ました、という川勝さん、はい、サイド高い位置を置き、そして、まあ、裏ということですよね。あのやっぱりね、プレスをかけようというのは、はい、愛媛が前半自陣でよくミスパスをしてくれたと、ある程度圧力かけるとやっぱりこうビルドアップの時にミスが起こりやすいんで、それが相当チャンスになると、あとやっぱり裏に対してのケアっていうのはやっぱり縦一本狙いになった時にある程度センターバックがいい関係作ると、はい、まあ、サイドはやっぱりね、貝本あたり前半よく右サイド出たりとか、いいよも左にいたんですけど、まあ、その辺とセンターでの足元のパスが相当増え出して、ちょっと外の選手が生かされてない時間があったんでね、はい、そしてここはスローインから始めたチャンスですが、イーヨーから服部が来ました。服部がクロスが入っていく、どうだ、シュートを打てなきゃ広山、これでまた貝本が行きます。いいですよね、はい、貝本、そして菅原が待っていますが、その前に中にクロスが一本入ってきました。ちょっと長いか、そのまんまこぼれていきますが、これはゴールライン割りそうです。ゴールキックに変わります。高井さん、はい、望月監督、はいはい、一方愛媛 FC 望月監督、まず攻撃についてなんですが、ツートップの2人とサイドハーフはもう少し高い位置で動き出しをしなさいということ、はい、そして守備面では粘り強く一発でいかないことということを挙げています。あのしっかり守ってカウンターをやることを全員で徹底しようという言葉が出ました。なるほど、以上です。それとは、まあ戦術戦略的にははっきりしますよね。守って一発というね。まあ、両サイド上げたいけども、ビルドアップであんまりミスが多いとサイドがちょっと行きづらいっていうのがあるんで、その辺のやっぱりこう正確性というかね、それは必要ですよね。そうすると川上さんもおっしゃったように内村というのはやっぱり存在は非常に大事になりますよね。やっぱり後輩にいいタイミングでボールを引き出すんで、やっぱりよく出て絡んでますよね、プレーに。かました、いいよ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 、横へ出す平山、広山から、そして貝本が開いています。中には船越待っている、船越が上げられない、ガーッと厳しいチェックが最後はファウルになりました。貝本のファウルです。いやしかし今粘り強いディフェンスという話も出たんですが、まさにそういうディフェンスを見せました。まあこれくっついていきますからね。ただね、今ファウルになったんですけど、貝本はこういうサイドでああいう勝負はどんどんするべきで、かわしていいクロスを上げるっていう瞬間は中相当分厚いんでね、はい、あそこでやっぱりこう切り返して左とか下げるっていうことはちょっとしない方がいいと思いますね、はい、星野、近藤、金森、森脇、確かに粘っこいその守備を見せてくれています。さあ1本出しましたが大山を走らせました。ここはカットされます。いいよ、大野には行かないでと大山行く、ここは何とかボールを出しました。ああいうちょっとしたミスもちょっと怖いところなんですが、まあ、もらう選手がやっぱり本当にもらうっていうようなフォームとかね、受けるそのポジショニングっていうのはもっとはっきり、はい、まあ、特に船越あたりの周囲の選手っていうのは欲しいですよね、うん、大野からそして菅原出ていきました。ここからディエゴにボールを預けます。菅原中に入って広山を手を挙げました。そして広山を狙っていく、うん、おー、最後は星野です。 いいボールですよね、広山も非常にうまく走っていきましたし、そこをしっかりディエゴも見ていました。あのやっぱりね、点で合わすっていうのはこういう形なんですけども、はい、やっぱりこの辺は
確実に取るラインではないけども、はい、相手も枚数少ないと、うん、でまだ戻りきってないと、組織がないときにうちの自分たちの選手も少ないけどもそこに入れていくと、はい、やっぱりそういうのもヴェルディは多少入れていった方が可能性は広がりますよね。そして今度はコーナーキック、服部がボールを蹴ります。土屋動いた、船越も今宮行った、さあどこだ、土屋の頭っとクロスバー、土屋のヘディングシュート、あー惜しい、まだある、まだある、船越がその後ろ、ディエゴ、いやしかし今の入ったかと思った、もういかにも土屋らしいヘディングと言おうとしたんですが、その通りでね、まあ、ボールもよくここまで綺麗に抜けてきて、うわよく叩いてるんですけどね、完璧ですよね、頭一つ出てますから ね、まあ、このゴールポストが2メーター40ありますが、その2メーター44の位置にクロスバーがまあクロスしてあるわけで、そしてこのクロスバーというのは7メーター32あります。まあ、そう考えてもうまくできています。さあ今度はイオンが行きました、ディエゴか、ディエゴか、スクルーッと船越がこぼれていますが、ザーッとシュートはまだ入っていないが、大野から最後はどうだ、まだある、イオオーバーヘッドで、あーっとクロスになったが、ここはファールが、最後は大野のファールになりました。今も1点ですね。まあ、よくカバーしたっていうことも取れるけども、さあそのシーンです。これいいボール入れたんですよね、アウトでね、で後ろにうまく残って川北がもういなくなってます。ですからもらったというシーンですが、うまく足出しましたね。あそこは今の金森でしたかね。まあでもよく船越があそこ潰れてね、はい、これでしかし今2点入ってますもんね。右用のポストを入れれば3点ですよね。皆さん今のシーンもね、ベルディのベンチのスタッフの皆さんも喜んで飛び出してやったーって出て行って、あーっと途中で戻りましたね。かなりこう脱力したという雰囲気でした。はい、でそしてですね、あの MFC の方選手交代を行うようですね、フォワード11番田中選手を準備しています。なるほど、はい、イオが行きます。ここはもう完全に今ベルディがペースを掴んでいます。ディエゴちょっと長いから追いつかない、完全に今ベルディのペースになっています。だから今前がかりになってますけど、いい意味でプレスをかけてね、はい、この形を変えない方がいいんですよね。土屋、1対1、後半に入って55分が過ぎています、10分が過ぎていますが、まだ天満ここは後半も入っていません。あとファールは大野のファールですか、ということで、まあ、ここは15番森明がファールをもらったんですが、いい位置になります FMFC で、これカード出ましたか、今出てないですね、出てないですね、はい、ないですね、はい、高田と手を挙げたんですが、ホイスの手でした。さあそして壁が2枚です。ここは青野がボールを蹴りますが、愛媛のチャンス、青野狙っていきました。何かをやるかなと思ったんですが、川上さんも直でしたね。まあやっぱり自信あるんでしょうね、左にね。なるほど、青野も今日は言っていたんですが、とにかくディエゴを前に向かせないという、まあ、そういった守備をしなければいけないという話をしていました。まあ、そして自分たちのサッカーをして結果を出さなければいけないという青野のコメントです。まあ、青野は今週2点を取っています。菅原、1対1の同点が続きます。今日が第51節です。東京ヴェルディはホーム最後のゲームになります。こぼれていますが、ここからカイムとか出しています。高いボール、あっと引っ張り合いは最後イーオのファールですか。イーオがファールを取られました。15番のこの森脇とのここの、最後顎あたりに手がいったという、そこでファールになりました。手が開けられないという気持ちが出ていますが、ここも何か言い合ってますか。いい音、そして、まあ、今ファールをもらったんですが、森脇というこの2人なんですが、ベンチからはチビ落ち着けとベルディベンチから出ていますね。でしょうね。もう向こう向いてしまえと、まあ、こういう
出血かなんかしてるんですか。でもないですよね。もしかしたら爪かなんかが当たったんじゃないですか ね、それでちょっとこれ森脇の方がムカッとする感じだったんですね。おそらくまあやっぱり球際お互いね、激しくはいきますけども、もう引きずらないでやっぱり切り替えた方がいいですよね、まあ、そしてこれジョジバードを下げるんですね。で先ほどね、田中という話が出ましたが、田中入っていきますが、まだこのポジションありませんが、今プレーは進行中です。さあそして大山からそのジョジバードにはボールはいきません。確かに今日ジョジバードはちょっと川勝さん影薄いですよね。ちょっとね運動量とかね、あとゴール前のシーンとか、はい。そして今15番の赤井はまだ入れません。まあ、出血です。それを止めようというところですが、さあそしてここはフリーキックのチャンスになりますが、空振りから長いボール1本、そして大山待っています。大山これてここはまたチャンスの中、ジョジマールが来ました。ジョジマール、おっと股間を通しました。シュートを狙ってこぼれていると詰めていきますが、内村詰めていきました。いやー、甲斐のシュートいいシュートになりましたね。やっぱりバウンドさせられるとキーパーちょっと嫌なんでね。あ、ここも結局カットですね。大山からそして横へボールを出しますが、さあカウンターをかけます。ベルディ、広山、菅原右に開いた、狙うのかと。今のは船越が入ってくるというような計算だったでしょうか。そしてここで田中を入れてまいります。ジョジマールを下げました。まあ、ちょっとこう制裁のなかったジョジマールに変えて田中投入です。西川の出身ですが、星稜高校、まあ、広島で3年間プレーしていますが、田中昨年途中、2005年の途中から愛媛に来ています。アシストもできる選手です。ゴールも奪えます。したがって2人目の交代ということになりました。愛媛 FC です。上田さん、ベ、はい、ルディ1人目の交代はシューバ選手のようですね。シューバ、なるほど。シューバだとここはサイド的には平山伊予のサイドになるわけですが、誰に変えてくるか。伊予選手と交代します。伊予の方ですか、はい。まあ、ベルディとしても1位ではいけないわけで、川口さん、やっぱり点をまず取って安心しなきゃいけないわけですよね、多少のね。やっぱりホームでできるゲームと、あと最終戦が上のセレッソなんで ね、 そうですね、やっぱりそこにもっとプレッシャーかかるっていうのは元でも考えられるんでね。セレッソにしても今日のゲーム試合では3位の可能性もあるわけですから、やっぱり簡単にはいかないですからね。ですね、まあ、そういうのを考えても今日のこのゲームの中でやはり勝ち点3を取ってしまわなければいけないということベルディになりますが、さあシーバが入ってきました。伊予の評価は今日どうなりますか。いや、ポスト当たったシュートもそうですけども、はいはい、非常にこう積極性が出てたんでね、まあ、要はこう流れをリズムをちょっと変えたいという交代で特別悪いということではないと思いますけどね。なるほど。広山左に来ています。広山が左、シーバが右に入りました。さあゲームの方は今61分です。まあ、そろそろ両チーム得点が欲しいという時間帯に入ってまいりました。前半は1対1です。後半まだ点がありませんが、さあコーナーキックのチャンス、東京ヴェルディ、オールがボールを蹴ります。土屋が入りました。船越がいます。ディエゴがいます。さあどこに合わせるか。富澤も入っています。おっと土屋が今倒されますが、ここは注意だけになりますが、激しいポジション争い。まあ、この辺は当たり前のようにあるわけなんですが、今日の主審は26歳という非常に若い主審です。まあ、そういった意味ではこの若い主審の飯田さんなんですが、まあ、しっかりこのゲームをさばいています。さあそして笛が鳴りました。大野が蹴ります。どこへ持っていく。高いボールファーへ持ってきました。ディエゴの頭からそのまんまクロスバーを越えました。まあ、やっぱり空中戦もペルディの方が多分これ有利なんでね、はい、やっぱりセットプレーを取る意味でもちょっと落ち着いて、うん、ある程度ポジションを上げながらと、やっぱりこう高さ、いい意味の高さを使うとかね、はい、でやっぱりシューバーが入ってある程度こうディエゴとのラインできますけど、そこに特別偏りまた作るとまたちょっと苦しいと、はい、その辺のやっぱりこう落ち着いた状況からのいい判断で、ちょっとやっぱりゲームをもう一度戻すと、それは大事だと思いますけどね。はい、
セットプレーもいろんなもちろんバリエーションを持っているわけなんですが、まあ、その身長の高さを考えてもそんな威力を使う必要もないという高いボールで勝てるわけですよね今日はね。ですよね、ある程度滞空時間があれば船越は有利だし、速さがあれば例えば土あたりは相当強いしとか、まあ、そういう有利さを持っていますけどベルディなんですが、63分が過ぎています。まあ、あとはやっぱり攻めてる時の土屋と富澤の間をうまく狙ってる内村あたりもね、これやっぱりフラットの状態で外さないとかね、やっぱそういう徹底ですよね、うん、そしてシルバが持ちました。一旦落として大野です。大野が左空いていますが服部が来ました。服部大山が追っていきます。服部の前が大山、シルバが今倒れて倒されているんですが、さあそしてもう一回ここで作って平山からあっとカットされました。大山のカットになります。さあここから攻めていくことに11番変わった田中です。一旦下げましたが、さあそして金森からボールが前線にフィードされます。大山が反応しますが富澤がいました。もう一回菅原から富澤、そして中にボールが入っていきます。船越になっています。大山、もう一回大山、一旦下げてここは森脇からボールが入っていきます。青野、そして近藤、星野がいます。赤井から縦にボールが入る。さあこの辺はボールを回していきますが、田中から、そして内村がどういうふうに動くか、田中にボールを預けました。右の大山を空いています。大山にボールが出ました。そしてオーバーラップは森脇、クロスが1本入る。ここは土がいますが倒されました。ちょっと気になるのは今回しの中でね、ベルディのディフェンス陣がちょっと対応できないと、はい、でダイレクト対応されてるわけではないんですけども、ちょっとずるずる引きすぎて相手との距離感とかね、はい、アプローチで次が準備しないっていうのはちょっと怖いんですよね、で今ファールでうまく終わりましたけど、はい、やっぱりいい点が入るときっていうのはその前になんかいいつなぎがあったりとかもありますから、ちょっとその辺寸断するようなちょっと強いディフェンスとかは欲しいですよね。原因としてはどんなことが今考えられるんですか。いや、 やっぱりとりあえず戻ろうっていう、とりあえずね抽象的なんで、やっぱ人に行くとかね、プレスをかけた時のその次が狙うとか、はい、まあ、その辺でしょうね。ここもボールを持ってこの辺から回していくんです。田中行きました。そして森脇、クロスが入ると逆サイドも入ってきていますが、そこへボールが行く。赤井がいます。そして落とした宮原、宮原からもう一回左へ星野が行きます。星野スピードがあります。そしてクロスが1本入って速いボールですが、キーパー高井です。まあ、あと愛媛はね、最後こう点で合わせるに入れ方しますから、はい、その辺が怖いんですよね。今度はベルディ、広山、そして菅原、貝本が今ゆっくり開いていきますが、ここにシューバー、右のシューバー、左の広山です。シューバー、ディエゴ、そして服部、クロスは入らない。広山で預けてもう一回と囲まれて、ここはボールを取られます。しかしオールが来ました。まだあります。こういうのがチャンスになるんで、はい、大野、あとちょっとバランス崩して足を滑らせましたが、もったいない。でもやっぱりね、ちょっとこう今落ち着いてないんで、ディフェンスになった時本当にこう積極性を奪うディフェンスよりは見るディフェンスに変わってるんで、やっぱりラモス監督が言ったようにハーフタイムの指示っていうのは奪いに行くと、高い位置から、でそれが逆に取れなくても相手もあまり攻撃できないというダメージを与えるんでね、そのようなやっぱりこう今強さっていうのはきついけども、今の時間作った方がいいですよ、ね、はい、おっとカットした。ディエゴからと狙っていったんですが、ダメだ。うわー、狙いどこだったんです。いやー、ゴールの前はキーパーいませんでした。ちょっと立ち足滑りましたかね。そうですね、滑りましたね。今季初めて昨日今日と2日連続で試合で使ってるんですね。はは、昨日 FC 東京の試合がありましたから、ちょっと芝の状態がいつも以上に悪いようです。そして上野さん、はい、ベルディ井上平選手準備しています。今日この大事な試合で点を取ってヒーローになりたいと話していましたから ね、期待したいと思います。川上さんも要注目ですよね。井上平はね、よく知ってますね。交代するのは平山選手です。はい、おっと、しかしその前に大山行きました。おっと、土屋がいました。ここもでも危ないですよね。まあ、でもよく止めてますよね、土屋がね。
栗原からそして行った右サイドは森脇ですが、ここはファウルがあったようです。なお今日の入場者数は 14,245 人と発表されました。 14,245 人です。さあそして平山が下がっていきます。そして井上が入ってまいります。ちょっとやっぱり井上はディフェンスもそうですけども、サイドの仕事と逆サイドの時はもう常にもう船越の周辺とかね、船越から漏れてくるボールに対しての予測で全部プレーをこう限定した方がね、今必要なのはやっぱり得点生むか、まあ要するに作り出すから、ここは狙っていきますが、ボールを出しました。このベルディが2005年に降格を決めてしまったんですが、その2005年関東大学リーグ得点王がその井上です。井上が入ってきました。シーバ前を向いた。さあシーバ、シーバどうだ、詰めていくが、いやーと、これも入らないか。大山が最後はクリアになりました。かなりチャンスは広がっているんですが、デヨンから服部、そしてもう一回デヨン、そして服部、細かくつないでいきますが、井上行きました。井上平、ここも敵をボールをカットされて、そして田中がいます。いいですよね、ここでボール取れればね、はい、もちろんこの愛媛の陣内です。エンド内でのボールキープになりますが、ここからタイムから1本入ったクロス、シュートはヒットしません。井上です。高橋さん、この井上の良さはどの辺なんですか。まあ、やっぱりまず高い運動量というのは魅力だし、あとやっぱりその思い切りとかね、で可能性は低くてもやっぱりプレーのこうチャレンジというか、それはあまりこう切らないというか、まあそういう良さはありますし、あとやっぱりこうフィニッシュの時の落ち着きとか、フィニッシュに対するこう技術的な部分というのをもうちょっと上げればね、ここも船越を狙っていきました。森脇、ここで井上が来ます。そして壁になりました。ここは金森から長いボールになります。土屋、その頭を越えましたが、キーパー高木が待っています。まあ、だから船越に対する近藤とかね、センターの選手含めて、ああいう選手は相当やっぱりクロス、あのクリアには苦労しているんで、その飛距離を大体想定したところにベルディの選手が集まるっていうのはやっぱり大事ですよね、はい。さあここから、まあ、ここから行った方がいいですよね、どんどん、そしてオードがカットします。なって思ってない。あ、もう一回打ちました。シューバー、さあディエゴ、ディエゴ、ディエゴ、シューバー、シューバー出た。さあチャンスになる、チャンスになる、どうだ、あーっと、あーっと、ファウルありません。ファウルはありません。ファウルであれば PK というシーンだったんですが、ファウルなし。まあでもあと20分前からプレスはきつくても行った方がいいですね、ここは青野です。土屋がちゃんと行っています。土屋から、そしてボールが入っていきますが、ディエゴ、ディエゴ狙ってシュート。まあこれはあの今井上も非常にいいポジションを取っていたんですが、当然狙っていきますよね。まあ井上はやっぱりあそこ引っ張ってシュートを打つときにブロックする枚数を減らしていくとかね、はい。でもこのやっぱり前から奪いに行こうっていうディエゴの判断が、いやこれを生んでるんでね、惜しいとこです。さあここもボールはディエゴに来ました。そして船越、ディエゴ、ここもチャンスか。足はこれはファールはイエローカードが出そうですね。金森にイエローカードが出ました。まあディエゴ通算と戦、このプレーがイエローカード、金森、これが累積1枚目になります。ただまあこういうシーンはおそらくかなりこの後の時間帯は増えてくるはずです。さあそしてここはフリーキックになります。ここもビッグチャンスになります。やっぱり高さにね自信があるんで、いいボールっていうのがもう入れば、はい、服部、そしてどこへ持っていくのか、得意になりますが、ディエゴ落とした。そして富澤いたんですが、もう一回あるこの壁の中、そして最後は大山、まだある大野、大野から中にボールが入っていきますが、そして後ろ井上が、なんとシューバーがいたんですが、そのままキーパーです。そして1本出していきます。長いボールが蹴られました。さあここに今赤井がしていきますが、ボールはそのままタッチラインです。72分が過ぎています。まだ18分あります。時間はまだあります。
はまだあるなっていう時間って意外と早く過ぎていきますが、川勝さん、そろそろやっぱ点が欲しいですけどね。やっぱりね、そういう意味でいろんなことにちょっと可能性を広げてもらいたいんですけどね。スリーパス一本出た、シュートはヒットしない。いやー、田中多少このバランスを崩していたからよかったんですが、高木が足で防いでいます。まあ、中も詰めてたんでね、ああいうシュート性のやつが逆サイド流れたりしたら、はい、本当ですね、本当は怖いんですよね。さあ、そしてここはコーナーキックになりました。田中のスピード、インサイドヒットしなかった。これ田中がもうちょっとプレーして体がもっと動いてれば、もうちょっとインパクトはあったはずなんで、はい、ちょっと危ないですよね。さあ、そしてコーナーキックです。低い速いボール、面白いボールが来ました。青野のボール、さっきも遠い位置からシュートを狙った、うん、あったんですが、やっぱり自信持ってますね、これね。左足は自信ありますね。非常に嫌なボールでした。さあ、次はどうする。内村、中に入っています。ここも速いボール、ファイ持ってきますが、ちょっと長いか、そのまま切れてゴールライン割りました。ゴールキックに変わります。もったいない。まあ、でも愛媛ももうやることは大体徹底してるんで、やっぱりそういう意味で愛媛の選手もあまり複雑にしないというのは大事だし、ベルディの方もやっぱりこうディフェンスになった時にアバウトというか大体の対応というのはまずしないように、つく人をカバーする人の徹底した方がいいですよね。はい、菅原からディエゴ、後ろはこれは誰もいません。そして大山から左へ持っていきますが、特に田中言いました、田中のトラップはちょっと長いが一旦下げます。星野から、ここもカットした菅原、そしてディエゴ行きます。左、井上待っていますが、ディエゴ、井上が入る、井上が入る、船越もいる、どこへ持っていく、やっと出さないか、空振りから、さあここは17番の大山、そして16番の森脇へ行きます。中でボール入ります、田中、ここはいい対応ですが、ファールですか。あ、早いリスタートですが、ここはまだ笛が鳴っています。ここのシーンですね、これは、まあ、よく挟んだんですけど ね、土屋と菅原が行ったんですが、しかしファールを取られました。田中のファールになっています。さあ、青野のキック、赤井が左サイドを吸っていますが、田中前、そして内村、田中がこのエリアの中に入ろうとしています。今3番近藤も上がってきました。まあ、上背では近藤ですが、おっと左も、あっ、大山シュート、これは決定的な場面ですね。まあ、ちょっと意外性のセットプレーなんでね、対応が遅れましたけど、ただやっぱりこういうふうに思い切り打つ、躊躇なく、はい、これが怖いんですよね。で、ここでいろんなことを考えたりすると、はい、まあ、逆にディフェンスが楽な時ありますから、愛媛の今チームを考えればこれできますよね、思い切ってね。いや、だからもういろんなことがね、可能性が低くてもチャレンジして終わるとかが愛媛はいいと思うし、でベルディはその意外性をやっぱある程度読んで対応しないと本当に一番怖いんですよね。上田さん、はい、気になる西京極なんですけれども、京都対仙台まだ0対0のようですね。ま、ですか、試合速報がスタッフルームの前に張り出してあります。はい、そしてここからクロスが1本、おっと中に出た宮原、宮原シュートを狙うが、いや、土屋ですよね、体張ってますよ ね。で、まだありますか。ここから愛媛の攻めは大山にボールが当たりました。いや、ここも森脇、さあ、そして宮原から一旦、ここはまだ行きますね、森脇は行きましたね。そして何とかボールをカットしますが、まだ星野、愛媛の攻めが続きます。そしてクロスが一歩入る、どうだ、内村行きます、内村、そしてヒューで落とした、ここはしかし繋がっていきません。まだ取ります星野、ここは波状攻撃をかけようという、青野から星野、そして中にボールが入ってチャンスが広がるが、ここは船越が取れない、近藤が行きました。そして大山、ここも簡単にさばいた、そして田中行く、土屋が行きますが、田中から、おっと大山落とした、狙うか、まだ持っている、シュートはこぼれた、あっと、ここでフラグがありました、オフサイド、田中がオフサイドポジションでした。ただしかしこの一連の流れ、川勝さん、ちょっと脅威でしたね。今はね、折り返しの短いのをダイレクトで打ってるようなボールが来たら、相当危なかったですよね。ちょっとボールは強かったんで、また作り直してくれて助かりましたけどね。はい、
いやいや、そしてここは大野を下げますね。そうですね、柴崎選手を投入します。柴崎投入、大野を下げました。これがですからヴェルディはもう3人目の交代となりました。まあ、これ以上の交代はありません。さん、この柴崎選手のことをラモス監督、プレーに惚れ込んでると、体さえ作れば代表クラスの選手だと話していますね。ちょっと注目して見ていただきたいと思います。国見高校から国士舘の出身、まあ、長短のパスセンス、運動量を持っています。さあ、これ以上のも交代はありません。まあ、したがってベルディはこの戦力で1点を取るということになります。宮原行きました。ただ今ちょっとこのリズム的には川上さん、愛媛の方に行っちゃってるんですよね。まあ、やっぱりね、そういう時間もありますけども、はい、逆に言えばそういう時のカウンターとか自分たちが持ってるスペースは逆に大きくあるんでね、はい、これがそうなるかな。シューバーから、シューバー、うん、井上、井上狙うシュートは、うん、ここは金森が出しています。やっぱり相当ピッチは滑ってますね。そうですね、確かに昨日は FC 東京戦が対大宮ですがありました。まあ、その後の、まあ、連続のこのゲームということになるわけですから、多少荒れた感じはあります。さあ、そして服部が来ました。ここはこれの大事なんですよね。はい、でこれまでこれ王の右足だったんですが、服部の左足になります。そして左足で飛び込むシュート、船越が決めました。船越のゴールイン、今日2点目、勝ち越して待望の1点が入りました。いや、綺麗にね、完璧でした。あ、いいボールでね、パーフェクトゴールです。今日2点目、トータル今シーズン8点目、船越のゴールイン。このゴールの持つ意味は非常に大きな意味を持ちます。いや、だから川上さんが非常に大事だというこのセットプレー、そしてこれまであのずっとオードの右足だったんですよね、このサイドは。うん、やっぱりその辺の変化も ねあったし、はい、まあ、でもここね、途中まで疲れてるんですけど、最後よく体出ましたよね。はい、うわ、194センチ飛びました。綺麗に決めています。79分のゴールイン、残りあと11分。うわ、ジャンプしています、ラモス監督、長谷谷コーチ。まあ、ここでだから残り時間と進め方の徹底ですよね。ある程度焦らないということと、はい、あまり大きくスタイルを変えないとかね。田中、内村、内村にもう1回出して左へ持っていくが、ここは星野行きましたが、まあ、まだありますね、赤い星野、ここはファウルありません。ボールはこぼれて、さあ、ここはカウンターからシューバー行きました。チャンスがあります、シューバーで右にディエゴ行きました。オフサイド、あーっと、その前に近藤がカットです。そして大山、もうこれはもう愛媛としては行くしかありません。そういうゲームになってまいります。大山一旦下げて、森脇中にもう田中待っています。ただ上背はありません。身長は高いのは近藤だけになります。ただ本当にずっとヴェルディが後半を引っ張りしでした。まあ、3点入っていてもいいというシーンの中で点にならなかった。その間にずっと今度は愛媛のペースになりました。で、その後に来たこれコーナーだったんですからね。やっぱりセットプレーは本当に大きいんですよ ね。おっと、ここは森脇シュート、こぼれている。おっと、全てシュートはそのまま、おっと、いいシュートでしたよね、最初の ねよく、でも土屋がやっぱりあそこ体張りますね。潰しましたよね、今これ、うん、これもう一回いかなかったらもう1点ですよ ねだから一旦行って、これ完全にバランス崩していたわけなんですが、すぐに立ち上がってもう一回行きました。いや、そしてここは内村を下げるんですね。はい、そうですよ、本田同士の交代で19番、はい、佐々木選手を投入します。はい、というとなりました。ちょっとね、今ラモス監督が言ってる、柱コーチも言ってるんですけど、はい、ずるずる下がり出してるのと、ボール持ってる選手に誰も行かないんで、はい、相当落ち着いていいボールが供給できると、まあ、だからある程度遅れても圧力かけながら後ろのディフェンスのプレーを助けると、はい、まあ、それをしないとね、下がるだけだったら今みたいなプレーをどんどん愛媛はしてきますから、愛媛にもチャンスは生まれますよね。はい、あ、そしてここは遅延行為ですね。高木吉内にイエローカードが出てしまいました。ちょっと時間をかけすぎてしまいました。高木吉内イエローカード、累積2枚目になります。
まあ、とにかくベルディが勝ち越しました。79分、まあ、そして京都仙台はまだ0対0ということですから、まあ、京都の引き分け、そしてこのベルディの勝ちというとなりますと、まあ、ベルディの昇格という意味では決まってきます。まあ、しかも今日札幌がゲームありませんから勝てばトップに躍り出ます。まあ、そういう瞬間が高橋さん、はい、あと時間的にはもう7分ですからね。やっぱりだからこの時間を徹底して全員が同じことを考えないと怖いんですね。まあ、これ確かに勝ったわけじゃなくてまだ7分あるわけですから、それの意思の統一がなければ確かに怖いわけですね。まあ、やっぱり例えばサイド行ってキープするときはもうすぐそういう時間になりますけど、徹底してキープするとか、逆に言えばこうカウンターの時に必要以上に人が飛び出さないとかね、はい、まあ、やっぱりそういう徹底がこの時間から必要でしょうね。さあ、とにかくそういう瞬間が今近づこうとしています。東京ヴェルディ1969。まあ、京都仙台はまだ点が入っていないそうです。したがって、まあ、もしそのまま終われば引き分け、そうなれば京都の勝ち点は83です。残り1試合勝っても86までしかいきません。したがってベルディ今日勝てば88までいきます。まあ、オートマチックな昇格は決定ということになります。こぼれているぞ、おっと田中、わこれはやっぱりちょっと怖いところです。愛媛も必死です。愛媛の今シーズンはその過去1勝1分け1敗ですが、ベルディの相手には非常にいいゲームをしています。星野が行っていますが、と星野のファンになります。2対1です。79分、今日2点目の船越、勝ち越し点を取りました。ここは今のシーンは星野のファンになります。さあ、手元の時計で今40分を回ろうとしています。85分、したがって残りあと5分になりました。残りあと5分です。まあ、ちょっとね、愛媛の方はあんまりつながないというか、つなげないときはある程度のボールで入ってくると思うんで、はい、それはまた面白いし、ベルディのはそういう時にもパスじゃない時でもある程度こうラストパスのイメージでディフェンスが準備しないと、はい、偶然のボールが通るというのは十分ありますからね。そしてボールが青野から、もうこれ近藤が前に出てるんですね。出てますね。まあ、身長的には187センチというセンターバックですが、もう点を取るしかありません。したがってその近藤がもう前に出ています。まあ、時間を考えても1点を失って3対1よりはとにかく2対2にしたいというこの愛媛のこのプレーになっていくわけですが、近藤がそのエリアの中に1人入っています。田中も今行きました。そして近藤を狙っていきます。後ろが大山、シュート、シュート、もう1回、うわーと呼ぶセイダー、よく防いだ。いやー、よく今高木は当てましたね。当てましたね。大山としてはもらったというシーンだったんですが、あ、さあまだあります。ちょっと集中した方がいいですよ。はい、森脇から一旦落として、さあ青野が行きました。青野の、あーっと面白いボール、大山、大山、そしてここは中に出た。さあ逆からちょっと長いか、まだある。ここから狙ってシュートは、ここも高木、ここも高木です。いやー、2回3回救ってますね。いや本当にちょっとね、今ね、ここはもう完全外したんですよね。この2回目ですよね。これ流し込まれたらもう、そして今度は簡単になります。さあシューバーが来ました。そしてディオが中にいますが、ディエゴ頭を越えました。いやー、ラモス監督は今本当ヒヤッとしたでしょうね。かなりあの落ち着き落ち着けと選手に声かけてるんですが、もうかなりご本人で一番こそわそわされていますね。青野、そして宮原、さあまたチャンスを作るか愛媛。ここで田中に預けます。田中から一旦外に開いていきますが、星野が行きます。星野落とした。ここはボールを取ります。貝本、おっと体を入れては貝本のファウルになりました。時間はもう42分が過ぎています。ちょっと人を見た方がいいですよね。もっと大山、大山からクロスが一歩入る。ここはしかし愛媛も波状攻撃をかけます。アディショナルタイムを含めるとあと5分になると思うんですが、時間はなくなっていますが、ここはベルディショットピンチになっています。あ
っとボールはゴールキックに変わります。サイドは赤いが行っています。上田さん、はい、ベルディのメンバー外の選手たちも全員ピッチ上へと降りてきました、歓喜の瞬間を待っています。はい、今日このままゲームが終われば勝利、その勝利の意味が J1 復帰の意味を持っています。京都仙台まだ0-0です。そうですか、まあ、もちろん京都が勝つとまた状況は変わってくるんですが、まあ、今京都が0-0で点が入っていないわけですから、そのまま京都が終われば引き分け、勝ち点1のプラスだけになります。したがって京都の勝ち点は83、しかしベルディがこのゲーム終わってしまえば88までいきます。したがってオートマチックな召喚決まることになりますが、服部イエローカードはこれも遅延行為ということですか。という服部のイエローカードは3枚目の累積になります。土屋、そしてここは高井が行きました。手元の時計ではあと1分半です。高木は本当によく塞いでいます。いや本当にね、さっきのシーンは本当にもう2回防ぎましたからね、まあ、オフェンはやっぱりキーパーとしての本能のプレーですよね。まあやっぱりね、気迫、勇気あるなっていうのを感じましたしね、船越、船越持つ、この辺でどうするかなんですよね。ここの徹底を、まあ、サポートはちょっとね、はい、ディエゴ、あーっと取られましたね。本当はだから今のは取られたくないわけですよね。で、渡りが疲れてでもサポート行くか、いろいろ行ってということですけどね。はい、長いボールは1本出しました。裏は田中走り込んでいきますが、服部がいます。服部、しかし大山の頭を越えてここは森脇が来ました。ここも体を張って、しかしスローインは愛媛です。早いリスタート。さあ、ここからも入れました。そして田中が待っています。田中でディエゴを取りました。さあ、ここは船越、ちょっと外を使いたいですよね、菅原からこれでいいんですね、貝本で、もう一回外に出てあげないと、はい、このボールが苦しいんですよね。したがってキーパーに戻すことになります。あ、でこれ出しちゃうとこれもったいないということになっちゃうんですね。だから船越がきつくても今リターンした後、要はその貝本の前を、前のスペースに顔出しですよね、アディショナルタイム3分です。3分、アディショナルタイムは3分。おっと、ここもシュート、今度ボールが浮いています。いや、しかし3という数字を今ラブスカム出しましたね。アディショナルタイムは3分。ベルディベンチからボールキープしろという声も飛んでいます。ただ、加賀さん、この3分はものすごい長いでしょうね。長いですね。負けてる時は早いんですけどねそうでしょうね。さあ、この3分間耐えるためには男、気持ち、精神面、ここをやっぱりタフにしないといけません。さあ、ここは富澤飛んでいきますが、近藤が競って、こぼれて大山行きました。大山、中にボールが入る、おーっと田中いました。まだあるか。ここから大山、さあ愛媛も懸命です。愛媛も本当にいいゲームをしています。かましていきますが、ファールはここありません。服部が来ました。だからやっぱりこのゲームを見ててもベルディに対して愛媛ってのはなんか自信持ってますよね。ですね。おお、ディエゴ行った。ディエゴシルバーシュート、入ってない。なんだなんだなんだ、入ってない。てないですね、今のは入れたかったな。入れれば勝ちでした。近藤、そしてここはボールを出しています。上野さん、西京学、京都が1点取りました。そうですか。ということは京都が1点取ると85まで伸びてしまうということですから、まあまあ、だから88、85、3点差の1試合ですから、まあ、ほぼその得失点差を考えればほぼ普通に収めるという表現になりますよね。まあ、ね、だからもう間違いなくこのゲームはベルディは勝って終わると、そうですね、ですから、まあ、札幌、ベルディ、京都というこの3チームの争いということになってきそうな、その気配です。これが最終節になりますが、まあ、とにかくこのベルディがこのゲームを勝つことです。ディエゴ狙えないか、狙ってシュート、ナイスセーブ、川北。さあ、そして愛媛が攻めていきます。時間はもうなくなっています。アディショナルタイムは3分ですが、その3分を近づいていますが、こぼれている。田中、土屋、田中、服部、
ここも森脇、まあ森脇ファール、ここはもうファールをもらえば OK です。逆にファールはしたくなかった愛媛なんですが、いやもう時間はなくなっています。アディショナルタイム3分、その3分が近づいています。まあゲーム的にはこのまま終了するかなという雰囲気にはなってきました。もう徹底性キープというかね、これもね、そうですよね、外で、ああ前出してこれオフサイドですね。ああそして笛が鳴りました。勝ったのは東京ヴェルディ1969、見事に2対1愛媛を破っています。これで勝ち点が88まで伸びました。そしてこの節が終わった段階、今の段階で東京ヴェルディがトップに立っています。東京ヴェルディ1969愛媛 FC 2対1東京ヴェルディが勝っています。いやしかし愛媛の粘りも川勝さん大賞賛ですね。いやこれすごいですよね。すごいですね、まあ、やっぱりこういい時間帯も相当あったしね、だから愛媛もこういうゲームもできるんですから10位にいちゃいけないんですけどね、そんなゲームですよね。やっぱりね、これを継続するかどうかというのがテーマでしょうね、まあ、しかし本当にタフなゲームにはなったんですが、勝ったのは東京ヴェルディ1969です。ですからあとは京都次第ということになりますが、まあ、京都も1点をリードしたという今情報が入りました、まあ、したがってそのままもしゲームが終われば85まで伸びていきます。ですからこの3チームに完全にも絞られるということになりますが、ただそうなると得失点差というのは非常に大きなものを言ってきます。ですからまあ札幌と京都が、ね、得失点差がほとんど、前節現在20-20ですから並んでたわけですよね。ですよね、だからこれがどういうふうに出るかになりますが、いやだからもし札幌が最終節言うのはまだ早いんですが、札幌が負けて京都が勝ったりすればこれ札幌がプレーオフということになるわけですよ ね、その可能性も出てくるわけで、うん、まあ、そういった意味では非常に面白くなっていきますが、いやー本当になんかこう手に汗握ると言いましょうか。いやー相当苦しかったけども、ね、やっぱりねまとまりとかね、さあそしてインタビュー準備ができたら長いしようと思います。勝利をつかみ取りましたラモス監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、辛い試合でしたんだけど、ありがとうございます。2対1という結果、13試合ぶりの先発だった船越選手が2点決めました。そうですね、やっぱりみんなが心配してたのは復帰の穴が誰が埋めるのかなと思って、まあ、我々は一人の選手は今ね多分復帰の穴がなかなか読めない、埋めないからみんなで復帰のためにでも埋めようじゃないかって、その時やっぱり今週が一番光ったのはやっぱり船越じゃないかなと思ったんだけど、まあ、本当に使ってあげてよかったと思ってますけど、本当に結果答えてくれてすごく嬉しいですよ。逆にこれでほぼ昇格確実ということですが、それに関してはいかがでしょうか。そうですね、まあ、我々の目標はやっぱり昇格ということで、まあ、ほぼは決まると思いますが、とにかく勝てば最後の試合勝てば優勝できるということが我々はもちろん優勝狙いに行きます。優勝をあくまで狙うということでよろしいですね。間違いないです、間違いないです、はい、優勝狙いに行きますよ、はい、素晴らしい勝利でした。この試合もう一度だけ振り返っていただけますか。辛い試合でした。でもみんながよく、90分戦ってくれたのかな、はい、まあ、選手たちにやっぱり褒めるべきだと思います。はい、今まで楽な試合なかったんだけどね、今日ももっと難しい試合になるんじゃないかなと思ったんだけど、まあ、その通りでした。まあ、勝ってよかったです、はい、本当におめでとうございます。ありがとうございました。いや嬉しさの中にも まとめてくださいという質問には辛い試合でした、なんかこれが全てですね。やっぱりね、もうタレントが揃ってるとかいろいろ言われても簡単に勝てないしね、これだけ試合数があったら本当に選手は本当に大変だし、はい、まあ、その中でやっぱり結果出すということで、特に今日の最後も本当にもう高木とか土屋とか、うん、体張ったせい形でやっと勝ち点3ですから、そうですね、やっぱり全員の頑張りまとまりっていうことはやっぱり伝えたかったんだと思いますけどね。いや土屋のこの喜びを、まあ、こういうシーンは川勝さんも非常に嬉しいんじゃないですか。ですね、やっぱりね体張ってるし、それが結果に出てね復帰できると、本当ですよね。さあしかし結果としてはこのヴェルディが勝ちました。そして実は京都も勝ちました。1対0です。
ですからまあ整理をしますと札幌が今節ゲームありませんから88の勝ち点です。そして得失が20という数字になりました。一方ヴェルディは88の勝ち点で、得点が88、失点が55ですからプラス33の得失点ですからトップに躍り出ました。現在トップです。そして京都が3位です。85の勝ち点で今日1対0の勝ちですから得失が21になりました。まあ、ですから最終節でもちろんヴェルディが今ラモス監督の話があったように勝てば優勝、そしてもちろんオートマチックな昇格、もし負けてもその京都札幌の得失点を考えれば、まあ、オートマチックな昇格のこの2位という、まあ、これはキープできそうな状況になっています。そうなると札幌京都の結果次第では札幌がいわゆるこう自動昇格、札幌のプレーオフという可能性も出てくるわけですからね。なんか札幌にも大きくなんかプレッシャーが、ね、かかるでしょうね。かかりますねこれ最後ね、まあ、特に札幌もこの第4クリーンに入ってからあまり良くなかったわけですから、ただまあ今節なかったこれが休養でね、考えすぎなければいいんですけどね、まあ、やっぱり京都はもう可能性が低いところからここまでよく上がってきたんで、やっぱりそういう勢いと逆に札幌が今までの一番強い形に戻して最後プレッシャーの中でゲームできるか。そうですね。そしてサポーターも大喜びのこの味の素スタジオなんですが、まあ、まだ決定という表現はできないんですが、まあ、自動昇格 J1 復帰はもう手中に収めたと言っていいですよねこれね。まあ、数字上やっぱりこの差っていうのは大きいですよ、ね、あんなまみいますね。まあ、このところではまあ確かに少なくはなったんですが、いろんなやっぱこうベテランで若手ももちろん出てきたんですが、こういったベテランの力っていうのもやっぱりいろんな意味で大事でしたよね。やっぱり土屋服部の存在大きかったしね、やっぱそういう面で後ろが安定してるっていうのは前は本当に楽ですよ、これは実はの鶴なんですよね。あ、いやこれまた綺麗ですね。綺麗ですね。ねえ、これ、ああ、本当鶴の形を当然鶴ですから、そういう形をしてるんですが、今グランドの祝福という意味で上からまあ降ってきていますが、これもまたいいですね。本来これ紙吹雪って多いんですが、まあ、気持ちを込めて作ったこの鶴が今空から降ってまいりました。上野さん、はい、これ20万羽超えたそうですよ。5万羽を募集したところ、最初そう5万って言ってましたよね。そうなんですよ、4倍以上の数が集まったそうです、なるほど。それほどやっぱり2005年の11月の26日柏レースに負けて、まあ、降格が決定してから本当に苦しい道のりだったんですが、まあ、ようやくその昇格を手に入れようということになってまいりました。そして今その選手がいわゆるこうセレモニーがずっと行われています。ラモス監督もまあ責任を果たした安堵感、まあ、そういったものが伺えます。まあ、いつもいつも簡単なゲームはないということをずっと言い続けてきました。まあ、そういった中であの第1クールは7連敗、まあ、どうしたという13節終わって9位まで、まあ、このランク的には落ちていたんですが、まあ、そこからですから4つしか負けなかったわけで、まあ、とにかく勝ってまいりました。まあ、そして一番大事な第4クールに入って8連勝があったわけで、この第4クールはまだ実は負けていないんです。だから一番大事なクールに来て川勝さん一気になんかゴールのテープを切ろうという感じだったんですね。やっぱり波はあるんですけど、最後にそのいい波が来たっていうのは、チームにとってやっぱり大きかったですね。だから第1クール第4クールって全くこれ逆ですから、違うチームですからね。やっぱりその辺はね、難しいですよ。最初飛ばしてもそのまま1年続くことはまずないしね、この笑顔が全てです。ラモス監督、そして今記念写真といいましょうか、撮影が行われました。まあ、今日このベンチに入れなかった選手ももちろん来ています。ですからまあ当然今日その入った選手、そしてピッチで戦った選手プラスしてやっぱりこう陰で支えたこういった選手、今日入れなかった選手、そういった力も非常に大きかったということになります。まあ、ですから代表してそのピッチで11人が戦ったという今日のゲームだったんですが、まあ、苦しいゲームだったんですが、船越が川上さんといい仕事しましたね。やっぱりね、高さがあるから警戒されてるんですけども、はい、その中でうまく体使いながら、リズムをチームに持ってきて、はい、選手点もあと決勝点も、やっぱりもう集中してなんかこう全部出せたという、まあ、期待にもよく応えましたよね。そうですよね。まあ、36歳以来のスタメンということであったんですが、間は空いてしまったんですが、逆に言えば間が空いていてもやっぱり出たらそのチャンスをもらってものにするんだという、そういった準備をしっかりしていたわけですよね。
やっぱりそれをやっぱりラモス監督も見てスタメンに起用してるんで、やっぱりそのアピールね、はい、特に復帰がいないということで、まあ、そこの状態がいい状態がそのままゲームに出たと素晴らしいですよね。本当ですよね。いや、そして今そのスクリーンにも映し出されていますが、これは本当にもう土屋も歓喜の声を上げています。今とにかくその J1 という大きな目標設定があった、まあ、決定ではないんですが、まあ、ほぼ手中に収めました、まあ、そういった意味ではこのサポーターとそして選手が、まあ、一体となってその喜びを今、まあ、共有しているというとなります。とにかくこの J リーグのディビジョン2、まあ、チーム的には13チームなんですが、もうみんながみんなもちろんスタート時点ではこの J1 昇格あるいはその J1 経験チームは復帰という、まあ、これを一つのテーマとして戦ってきました。考えたら3月の4日というまだまだ寒い時期、あの国立競技場の草津戦です、まあ、そこで、勝ってからスタートしたベルディですが、まあ、今日この日にほぼ真っ中に収めたというとなりました。あ、次の試合勝って1位で J1 行きますんで、最終戦も応援よろしくお願いします。続きまして、ラモス・ルイ監督より一言ご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。今日もわざわざ大勢のサポーターが来ていただいて、選手たちが声援与えてくれて本当に心から感謝しています。まあ、去年もね、辛かったし、今年も7連敗の後にどうなるのかな、みんながすごい心配があって、でもサポーターの皆さんが疑わないで、我々は全然無視しないで見捨てないで最後の最後まで応援してくれたことがこういう結果生まれたんじゃないかなと思いますけど、本当に本当に心から感謝しています。本当にありがとうございました。カルガモ親子の映像本当に可愛らしかったですね。道行く方々も足を止めて見入ってましたね。信号をわざわざ止めてカルガモ親子の道路を横断させてたそうですが、はい、でもドライバーの方もなんだかほっとされたのではないでしょうか。はい、東京でもまだこんな風景が見られると思うと嬉しくなりますね。癒されますよね。続いてはお天気のコーナーです。明日は久しぶりに気持ちのいい青空が見られそうですよ。森山さん、さあドガッチへアクセス。スカパー欧州サッカー12月のラインナップ、まずは彼女の国の激闘を体感、イタリアセリエ A。 12月は毎節4試合以上を放送。インテルとミランが対戦する伝統のミラノダービーをはじめ、欧州を代表する名門同士の好カードは必見。フットボールの母国でぶつかり合う熱き魂、イングランドプレミアリーグ。12月は年末まで注目カードが目白押し。リバプール対マンチェスターユナイテッド、そして好調アーセナルほか魅惑の好カードをお届け。中村俊輔所属セルティックの激闘を追うスコットランドプレミアリーグ、ディフェンディングチャンピオンセルティック戦は全試合放送。12月は延期試合を含む全7試合。さらに年が明けた1月2日にはスコットランドが世界に誇るオールドファームダービーをオーネー。圧倒的なボリュームでお届けする欧州サッカーはスカパーで。ゴルフ専門 TV ゴルフネットワーク、12月は国内男女トーナメント一挙放送。男子23大会女子36大会の最終日の模様をお届けします。さらに今年日本ゴルフ界を盛り上げた石川遼の15歳の旋風、石川遼の1年、60分の年末特番としてお送りします。欲張り選べるバッグで組み合わせるとさらにお得。ゴルフ専門 TV はゴルフネットワーク。ベルディが見事に2対1で今日のゲームは、まあ、非常にタフなゲームだったんですが、愛媛を下しています。さあその試合のハイライトをご紹介いたしましょう。まあ、前半の立ち上がりベルディが攻めていきました。まあ、今日はこの船越を投入しています。まあ、復帰は今節季節は停止になりました。まあ、しかしこの船越が非常に機能しました。でこのミスから始まってディエゴからこの1本スルーパスが出て、そして船越、これ高橋さん、やっぱり前半の11分ですから時間もいいですね。
そうですね、この時間に取れたっていうのはやっぱり相当大きかったですよね。ですよね。で船越が取ったというところにまた意義が出てくるんですが、ただ36分に1点を失います。このシーンどうですか。まあ、これだからやっぱりエフィメが最後フィニッシュに至るところにあまり手数というかね、チャンスがあればシンプルにプレーするっていう、そこがやっぱりうまくいったのと、やっぱり内村のやっぱり入り方っていうかね、身長的には74ですから高くないですからね、やっぱりあの辺のうまさですよね、それのセンスみたいなのを感じますね。まあ、そして結果前半は1対1ということで同点で終わりました。そして後半に向かっていきますが、まあ後半立ち上がりがずっとこれベルディが圧倒するわけですよね。まあいい時間帯にできれば話したかったんですけどね、これいいようですよね、うん、うわポストディエゴ行ったんですが入りません。なんかこういうシーンが非常に多かったんです。でここはコーナーから土屋もらったというのがクロスバーです、うん、まあ本当にボールでね、いいタイミングで合わせたんですけどね。そしてここもディエゴがカットしました。で狙っていって、これミニシーンです。うわギリギリですよねこれね。まあ本当にね、こういうのがなかなか入んない、まあ、プレッシャーがね大きいと。そしてこの1点が79分、時間的にもこれ本当にいい時間の1点になりました。ただこの前がとにかく攻められっぱなしで高木でしたよね、ファインセーブで。あーそれもありましたし、最後もありましたし ね、ここですよね。うわ大山としてはもらったというシーンだったと思うんですが、最後左足はちょっと引っ掛け気味、逆へ持っていく場も1点だったんですが、あそしてこの雄たけびです。待ち遠しかったこの笛、アディショナルタイム3分がものすごく長かったと思います。そして勝ち得た2対1、まあ、見事な勝利になりました。まあ、そして京都も今日は敗れています。さあまずこのスタッツになりますが、シュートの数がベルディが22、愛媛が11でした。まあ、そしてコーナーキックが6-3でフリーキックでイエローカードが2-1という数字になっていますが、まあ愛媛も11本ではあったんですが、まあ後半あたりは川口さんやっぱり中身の濃いゲームでしたからね。まあ、愛媛もいいチャンス作りましたしね。ですよね。だから本当に決定機で決めてればとお互いがあったんでね、はいそれほど、まあ、見る方は非常に面白かったというんですかね。結果は2対1でベディが勝ったゲームでありました。東京ベルディ1969、まあ、本当に価値ある1勝を挙げました。ご覧のように船越が2ゴール、内村に1点を返されましたが、2対1で今日勝って、そしてまあほぼ J1 復帰を手中に収めたというゲームになりました。本日は2007。さあそして東京ベルディの今後の対戦ですといっても一試合しかありません、まあ、セレッソ戦です。ただこれも簡単なゲームではないですし、おそらく難しいゲームなんですが、勝てばこのディビジョン2の優勝が決定ですから、選手の話もあったようにやはり勝って最後は優秀の美、優勝で終えたい、そして J1 復帰を果たしたいということになります。そして皆様には一方の愛媛 FC です。こちらは52節10月の1日は湘南戦が最後になります。まあここもやはりこの前に実は11月28日天皇杯浦和戦があるわけなんですが、その後の湘南戦です。まあ、やはり最後は勝って優秀の美締めくくりたいということになります。さあそして最終節の対戦カードご紹介しておきましょう。札幌は水戸戦です。仙台が徳島、草津は京都、そしてセレッソベルディ、愛媛湘南、福岡鳥栖、ただもう札幌と京都、そしてこのベルディという、まあ、この3チームに絞られました。まあ、見どころ満載、山形はゲームがありません。これが最終節の対戦カードになります。さあそれでは引き続きまして J リーグ関連番組のお知らせがあります。アフターゲームショーは時間を延長したスペシャル版となります。その日の全試合ハイライトは監督選手のインタビューなど、優勝昇格の瞬間まで余すことなくお伝えしてまいります。そして J リーグナイト07プレビューショーでは試合の見どころはもちろんイベント情報など満載です。ぜひお見逃しなく。そしてここからは12月のオフシーズン番組の紹介です。12月17日の J リーグアウォーズは生中継いたします。毎年恒例の30
J31 は J リーガーの素顔が覗ける30分番組です。その他ご覧のようにアンコール放送などオフィス企画も充実です。さらに1月になりますが J1、J2 の総集編やリポーター座談会など面白い企画がいっぱいです。こちらもぜひお見逃しなく。詳しくはスカパーホームページで確認してください。さあしかし本当に今日のゲームは大事なゲームだったんですが見事にヴェルディが勝ちました。さあ川勝さん、はい、まあ、本当にあの3月の4日という寒い時期から始まってそして寒さが癒えて春を迎える、そして今度は暑い夏で秋を持ってきて今度はもう初冬ですよね、うん、この長い1年間で51節という残り1試合の中でようやくほぼ手中に収めたわけですね。まあ長いしね、本当にこういろんな波というかいろんなことありますけど、要はやっぱりチームがまとまるという原点というかね、はい、チームスポーツなんでやっぱり個人だけでできないと、まあ、今日なんかのゲームそうだと思うんですよね、やっぱりそういう意味で最後にまとまっていい力を本当に今日90分出せたと、はい、まあ、そういう意味で素晴らしい一勝だと思いますけどね。本当ですよね。まあ、それと、まあ、大野も言っていたんですがやっぱりこの今日はそのいわゆるメンバーに入れなかった選手、まあ、そういった選手もたくさんいたわけですがやっぱりそういう力もあったわけですよね。まあ、やっぱりね、そういうのがないと、うん、ピッチを送り出される選手も本当にこう、いろんなものをやっぱりこう背負ってプレーできないしね、はい、全員が喜べる勝利というのはなかなか本当にこうないんで、うん、そういう意味では良かったですよね。まあ、今日がそのホームの最終節ということで、まあ、ホームのゲームがヴェルディとしては今シーズン最後のゲームだったんですが、まあ、今シーズンのこのヴェルディを振り返った印象、まあ、波は確かにあるという話もあったんですが川勝さん全体的に見てどんな印象が残りましたか。まあ、やっぱり昨シーズンのいろんな経験で今季スタートして、はい、でいい時もスタートあったんですけど、うん、やっぱり連敗7連敗は相当大きかったと、はい、まあ、あれでやっぱりこう全員がやっぱりこう自己分析し直してね、うん、そこからのまとまりがやっぱり今日に至ったと思いますけどね、はい、一方愛媛の印象はどうだったですか。やっぱりこう相手によってこのぐらいできるとしたらやっぱりコンスタントにこういうプレーをやっぱりこれからも続けていくというのはやっぱりチームのテーマだと思いますけどね、今日のゲームを見る限りはなんか10位に山内というのはちょっともったいないようなチームでしたからね、うん、やっぱりその辺のモチベーション準備、やっぱり戦う全てに関して、はい、やっぱりコンスタントさというのは一番大事だと思いますけどね。東京ヴェルディが見事にホームの最後のゲームに対して愛媛を破ったゲームになりました。このゲーム解説は川勝良一さん、そしてリポーターが高木清香、実況上野北でスタッフがありました。川勝さんどうもありがとうございました。この放送は味の素スタジアムからお送りしました。